ペコじゃなくて。全国の徳間さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。どうぞよろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来ました。タックさん、こんにちは。おはようございます。最近 TikTok で大好きなインフルエンサーさんが TMU というアプリを紹介しており、興味がありダウンロードしました。値段も安くたくさん購入しましたが、実際に届いた現物も商品画像と比べて遜色なくとても感動しました。しかしそんな時 SNS を見てると、 TMU は危ない、不正利用というニュースを見て怖くてビクビクしてます。 TMU の現状や危険性などを紹介していただきたいですということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。ほうほう、なんかもう見るからにシーン臭がプンプンして香ばしい匂いするんですけど、このシーンと TMU って全くの別企業が経営してて、特にここ数年ですね、人気とか市場シェアにおいてはライバル関係にあるものの、その一方で両社とも不可解なほど低価格な製品を提供している中国初の格安 EC サービスで、表面的にはかなり似てる印象を受けるんですけど、今日はですね、まあ、シーンは一旦置いておいて、この TMU とは一体何なのかについてちょっと調べてきたんで、安さの理由であったりとか現状として言われてる噂とかにね、ついてお話ししていけたらと思います。で、早速まずはいつものように概要的なところからなんですけど、この TMU 中国の EC 市場三強の一つです。月間7億5000万人が利用すると言われてるネット通販アプリピンドゥアドゥアを運営する PDD ホールディングスが2022年9月より海外向けに開始した EC ショッピングサイトで、この EC っていうのはざっくり言うと、ネットとか電子商取引プラットフォームを利用して商品の提供を行うビジネスのことを言うんですけど、この2022年9月にアメリカで事業を開始して、それ以降海外進出を加速させました。日本では去年7月からこの TMU アプリの運用というのが始まって、主に取り扱っている商品でいうと、家電とかインテリアグッズ、雑貨、キッチン用品、ペット用品、洋服、ファッショングッズ29カテゴリーあって、このシーンが女性向けのアパレルを主軸にしてるんですけど、アパレルを主軸にしながらもかなり幅広く扱ってるというのが特徴の一つです。一応表向きは手頃な価格でかつ高品質な商品を提供することに力を入れてると言うんですけど、でその商品自体はその大部分が中国からの直送だったりするんで、他の主要な EC サイトと比べると配送にはちょっと時間かかるんですけど、それらの商品をショップライクアビリオネア、億万長者気分で買い物しようというコンセプトで、驚くほど大胆な価格と大幅割引のクーポン、そして友達を誘って一緒に商品を購入すると割引が受けられる特典がありますよと、そういったサービスとか売りにして顧客を虜にしてます。一体どれぐらいの人が利用してるかというと、ざっくりダウンロード数、去年11月でアメリカでは2億5000万ダウンロード、日本でもわずか4ヶ月で400万、今年4月にですねアメリカで消費者1000人を対象に行われた調査で、少なくとも月1回はTMUから何か購入するという回答が3割以上でした。ただ、まあ、これアメリカで一般に浸透してる理由としては、まずアメリカで事業を開始したっていうのも大きいんですけど、マーケティング戦略とかもすごくて結構ゴリ押しではあるんですけど、去年2月にですねスーパーボールっていうプロアメリカンフットボールリーグの NFL ですね、このチャンピオンチームを決める大会、ちなみにこれって1億人がテレビ観戦すると言われてるドデカスポーツイベントなんですけど、30秒で700万ドル、およそ日本円で9億4000万円分の広告枠を2つとも購入して話題になったりとか、さらにリリース以降もですね SNS を通して注目を集めて、現在カナダ、オーストラリア、イギリス、ドイツなど48の国と地域でサービスを提供しています。では特徴の一つでもある価格の部分なんですけど、まあ、どうやって安くしてるのか、まず価格戦略ですね、これは販売価格を独自に設定してます。例えばアマゾンとか楽天市場とか主流の通販サイトでは出店者側が自分で価格を設定してるんですよ。なので同じ商品でも時期によって値上げをしたりとか、その結果料金が異なったり値段が変動するんですけど、それがこの TMU の場合だと全ての商品の価格を独自で決めていると、その結果おのずと他の通販サイトの商品と比較してもすごい安い値段になってます。他にもですね、他社よりも加盟店への手数料を安くしてるって言ってて、これざっくり言うと出店者側にも優しいんですよってところ、出店者が出店したいですって手を挙げた際に運営サイドに支払う手数料が安く済むんですよ。実質その浮いた分の商品の価格を安く設定できるということで、例えば1000円の商品を出店したいってなったら手数料が500円だった場合ですよ、手数料を商品代で回収しようってなったら絶対商品代の1000円と手数料の500円を足した1500円っていうのが商品価格になりますよね。でそこから利益を得ようと思ったら3000円にしたりとか、でもこれが手数料50円だったらどうですか、商品代プラス手数料でも1050円なんで結果的に商品安くなるんですね。もちろんこのチーム側の利益っていうのはごく少なくなってしまうんですけど、その分大量に売ることでカバーしています。次に低い生産コストと人件費です。これすごいイメージしやすいと思うんですけど、工場で大量生産を行うと1個あたりのコストを下げることができて、販売もオンライン販売のみで店舗を持たないんで人件費も最小限になります。あとはコストカット面でいうと中間業者もいません。販売業者と消費者を直接つなぐシステム、中間業者にかかるコストをなくしてて、倉庫の管理から発送、加盟店の募集、カスタマーサポートまで運営の全てをできる限り自社で行っています。なのでわざわざ事業を展開している国ごとに倉庫を持ってなくて、中国国内の倉庫でまとめて管理してて、なので各国に物流倉庫を作ることなく直接空輸で届けることで関税がかからないんですね。あとはそもそもソニーとかナイキとか有名ブランドの商品は取り扱ってないんで、ノーブランドの商品ばかりを販売してるっていうのもあります。はい、ここだけ聞くとね、我々消費者の消費行動であったりとか購買意欲を上げるようなプロモーション戦略を重点的に行って、その上で低価格で提供する
することを実現してるっていうねビジネスモデルだと感じるんですけど、ただ物事には何事も表と裏があるように、このチームに関してもいろいろと言われてる噂があります。ちょっとまあこの激安の裏側について話していこうと思うんですけど、まずは気になるシーンとの関連性ですよね。チームも同じように中国発の格安 EC サービスであるこのシーン、このシーンではウイグル強制労働問題で人権侵害が報告されていて、中国北西部の新疆ウイグル自治区ではこの地域にある工場で製造された製品を調達してるということが問題されてるんですよね。そうした中で同じようなことをしてるんじゃないかと言われてるんですけど、ただこちらに関してはウイグルで強制労働させてるという証拠はありません。ただ TM は強制労働による製品を米国に輸出しないっていう内容を申し渡してるものの、これを監視する具体的な措置がないので本当かと言われています。ただ合わせてこの問題を懸念してなのかわからないんですけど、アメリカのモンタナ州では去年5月に州知事が TM のほか中華系アプリ4つの利用を州内で禁止するという法案に署名しています。この署名、表向きは個人データが中国に流出することを恐れてのことだということなんですけど、実際のシーンについてわかります。あと結構やっぱ SNS ではネガティブな声多くて、危険とかヤバいといった投稿多いです。例えばこちら、おそらく海外に住んでる方と思うんですけど、 TM で買い物したらクレジットカードに身に覚えのない消費が存在する可能性があり、クレジット会社の明細を見て不審と思ったら警察に通報してください、すでにサイバー犯罪が世界中に多発してますと、クレカの不正利用の被害に遭う可能性があるよみたいなもんで、だからまあクレカの情報が抜かれてるイコール個人情報もごっそり抜かれてる可能性があるんですけど、ただここに関しては実はね、つい最近のことなんですけど、 TM を運営してる PDD ホールディングスが2015年にリリースしたアプリ Pinduoduo っていうね、ユーザーの個人情報に不正アクセスをしていたことが分かってて、これは去年の4月にアメリカの CNN が報じたもので、アプリ内に不正なコードが見つかったからっつって、それを理由にユーザーの同意なく勝手にスマホの通話履歴とか写真アルバム文字記録とかねアクセスしてたみたいで、同じ会社が作ったアプリが個人情報を抜いてたって考えたらかなり怖いんですけど、あとは品質についてですね、これが今年の4月韓国の中央日報が報じたもので、インチョン国際空港の本部税関が TM とかアリエクスプレスが販売するアクセサリー404個の成分を分析したら、そのうち96個から韓国国内の基準値を超える発がん物質が検出されたってことが明らかになったんですけど、韓国国内の安全基準より少なくとも10倍最大700倍に達するカドミウムと鉛が見つかったというもので、このカドミウムっていうのは日本では1968年初めて、ね、公害病って認定された痛い病、この原因としても知られています。近年になってこういった問題が続々と出てて、結構口コミが偉いことになってるんですよね。でそんな中ですね、4月6日に放送された TBS 系の番組オールスター感謝祭、あと5月に放送された漫才の賞レースザ・セカンドで TM とコラボした CM 放送されたんです。だから SNS ではいやこれ大丈夫なのかみたいな、こんなとこスポンサーしてるけどこれテレビって本当金ないんだなみたいな、そういった疑問の声が多く上がったみたいです。はい、とまあ今回最近話題の TM というアプリについて、安さの理由とか噂されてる危険性について話したんですけど、ただあくまでも今こういった情報が出てるというものもあって、それを踏まえた上でね、利用するかしないかっていうのは最終的にご自身の判断になると思うんですけど、もしね利用する方がいたらリスクを減らすっていう言い方の方が正しいかもしれないんですけど、まずアプリがね結構危ないって言われてて、公式の URL からブラウザで購入するっていうもので、ただまあ支払い情報クレジットとかになってくると、クレジットでも抜かれるときは抜かれるんですけどね、どれだけ安いって言っても一消費者として低価格商品の裏には隠れたコスト削減方法があるということは意識することが大切だと思いますね。昔からこんな言葉があってですね、それがただより高いものはないということですね。必ずしもそうとは限らないんですけど、労働者に対して公正な賃金が払われていないとか、劣悪な労働環境とか、あとは安いからつって売れ残ったら全部捨てるとかね、そうなると環境破壊にもつながるんで、安いからいっぱい買うよりも高いけどこれを1個買うの方が長く見た時に10年ぐらい持つのって絶対高所だと思うんですよね。まあまあそれは個人の自由ですけどね、ぜひ皆さんの意見もコメント欄お願いします。メイドと言ったら、秋葉のアイドルですからね。それはちょっとね。世間は許しちゃくれやせんよ。冒頭のやつだけは絶対やりたかったですね。さーて。そんな今日なんですけど、こんな DM 来てました。タカさんこんばんは。おー。この前久しぶりに東京に遊びに行って、よく若い頃に行っていた秋葉原に行ったんですけど、あまりの変貌ぶりに本当に驚きました。昔はオタクの街のイメージがあったんですが、全然アウェイな感じになってました。初めての DM なんですが、よかったら動画で取り上げてくれませんか。昔の秋葉原を取り戻したいですということで、こちら素晴らしいリクエストありがとうございます。まあ、残念なことにね、僕にそんな力はないんですけど、まあ、ただ確かに秋葉といえばオタク、オタクといえば秋葉みたいな、そういったイメージはありますけど、今の子がね、そういうイメージあるかわかんないんですけど、学生の時に秋葉行ってね、僕は友達とせっかくだからメイドカフェ行こうみたいなノリにはなったんですよ。で勇気振り絞って店内入ったら、まあ、席に座るじゃないですか。でメイドさん出てきて、水の入った小皿と白い錠剤みたいなの渡されて、うわこれやばい店と思ったら、そしたらメイドさんが一緒におしぼりを復活させようみたいな、もうプチイベント始まるんですよ。メイドさんがニョッキニョッキーとか言って、僕らも頑張ってあニョッキニョッキーってさ、ガンガンガンとおしぼり伸びていくんですけど、もうこれがプチにしか見えませんでした。であとやっぱ秋葉って言ったら結構有名なパチンコ屋さんがあってですね、イベントの人が行ったことあるんですけど、もう絶対4K
桁しか弾けなかった思い出ありますね。あのせいでしこたま負けるんですよ。座りだったの。あと僕のいい思い出としてはね、パソコンを買ったんですよね。じゃあの店員さんがリスナーさんで5000円くらいのカバンこれ無料でどうぞってプレゼントしてくれた。愛してるよ秋葉。まあ、今日はそんな甘酸っぱい思い出の秋葉なんですけど、まあ、DM にもあるように秋葉原の様子がですね以前とちょっと変わってしまったんじゃないかと、今日はこれについて取り上げていこうと思うんですけど、じゃあちょっと本題に行く前にですね、まず皆さんのイメージどんなものがあるか、まあ、冒頭のメイドカフェだったりとかゲーム漫画アニメといったサブカルチャー、メインストリートにね中央通りってあるんですけど、そこには家電量販店とか電化製品の個人商店が立ち並んでる電気街があったりとか、日本を代表するオタクの街としてね有名だと思うんですけど、じゃあこれがどういった経緯でオタクの街に進化していったのか、秋葉の歴史も軽く紹介していこうと思うんですけど、この時は遡って江戸時代です。この頃江戸の街では火災が多くて、それは秋葉原も例外じゃなくて、明治時代に移り変わって間もない1869年、8丁1100戸が全焼する大火事が発生したんですね。これを受けて明治天皇の勅命によりですね、火の神、ホムスビの狼、水の神、水葉の目の神、土の神、埴山姫の神、この3つの神様を祀った神化社を日よけの地として創設したんですね。ただまあ当時の人々は火伏の神で有名な秋葉権現というのが祀られていると勘違いしちゃって、神様の名前っていうのは本来は秋葉っていうものが正しいんですけど、まあ、当時の方の下町なまりで秋葉秋葉みたいな変化してって、でこの鎮火社っていうのが秋葉様秋葉さんって呼ぶようになって、で呼び名も秋葉神社日置地っていうのを秋葉原と呼ぶようになったんですね。これが現在の秋葉原の名前の由来なんですよ。で1890年、旅行客と貨物が集中して、まあ、逼迫してる状況を回避するために貨物駅として上野駅から延長した新しい駅が誕生して、この駅の名前を秋葉原駅って名付けたんですよ。これでその名前が広く知られるようになって、ちなみにこれ諸説あるんですけど、これ秋葉原秋葉原違うじゃないですか。これ駅の名前つけるときに間違って秋葉原にしたんじゃないかという説があって、今これ僕喋ってて秋葉原秋葉原になってます。どっちみたいな。だから最初は秋葉だったのが秋葉になって、最終的には秋葉原になったっていうのはこれどういうことやねんっていうね、まあ、原点回帰でもあるんですけどね、まあ、ちょっと話を戻して、で第二次世界大戦ではこの秋葉周辺もですね空襲で大きな被害を受けて、まあ、戦後は焼け野原の状態で、まあ、その後駅の乗降客数が多い秋葉原周辺では闇市が活性化していったんですね。この闇市については別動画で解説してるんで概要欄貼っておきます。で活発化したことによって景気が良くなって、まあ、戦前から店を構えていた電気店が次々と営業再開して、で当初は組み立てラジオが人気でラジオ部品を販売する露天商が集まって、まあ、この今の電気街の下地が出来上がってきました。そして高度経済成長期と言われている1950年代後半からですね、当時の豊かさの象徴とされた白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった戦後の三種の神器とそう呼ばれた家電製品が安く手に入るお店、電子部品の専門店というのが多く誕生して、日本最大の電気街として急成長を遂げました。そして1973年、オイルショックから経済不況に突入して大型チェーンの家電量販店が出現したことで秋葉原は市場を奪われていったんですね。ただ家電製品の代わりに今度はですねパソコンを主力商品にして、バブル崩壊以降は大型のパソコン専門店というのが続々と進出、それに合わせてパソコンを使ってゲームをする人向けにゲーム、アニメ、フィギュアとか漫画を売り始めたことで家電や電子部品だけではなくサブカルチャーというのが発展していって、さらに転機となったのが1995年のアニメ新世紀エヴァンゲリオンですね。これが大ヒットして、これによって海洋堂をはじめとするガレージキット店というのが大盛況して、現在のアニメファンやオタクが集まる街秋葉原というイメージが定着するようになっていたんですね。はい、とまあ、これが秋葉原のざっくりとした歴史があるんですけど、まあ、他にもですねそこからアイドルですよね、会いに行けるアイドルというのが活躍してる街っていうのも2005年にオープンした AKB48 の活動拠点でもある AKB 劇場、あと電波組インクが誕生した2007年オープンのアイドルカフェ秋葉原ディアステージ、アイドルっていうのにゆかりがあるスポットとしても多数点在しています。で現在でも現役アイドルだけでなくてアイドルの卵たちのねライブも開かれてる施設いくつか存在してるんで、興味ある方はぜひ行ってみてください。あの子俺が育てたんだぜみたいな、まあ、近い将来自慢できるかもしれません。まあ、またですね日本のサブカルあんま興味ないよって人でも電気街から徒歩10分ぐらいのところに良縁とか商売繁盛の神を祀る神田明神ですね、あとは学問成就を願う湯島聖堂といった東京を代表する歴史的建造物も多数あって、観光目的以外でも電気街からひとたび抜ければ一戸建て住宅とかマンションが多い落ち着いた住宅街を広がっていて、電化製品のお店だけじゃなくてスーパーマーケット、コンビニ、ドラッグストアなどもたくさんあって、生活必需品は簡単に抑えられるといった住みやすい環境も抜群の魅力の一つでございます。その代わり家賃高いでしょうね、うん、あとやっぱ秋葉を語る上で欠かせないのが1973年から続いてる日曜午後の歩行者天国ですね。当初は高品質で安い電化製品手に入れようつって買い物客が多く押し寄せて賑わいを見せていたんですけど、オタク文化の全盛期っていうのが2000年代って言われてて、サブカルチャーの街っていうね秋葉原に人気を乗じて違法ライブとかダンスとかの路上パフォーマンスが行われるっていうね、ルール違反とか許可を取ってない路上販売
ていうのが行われて、さらに過激な路上撮影会で逮捕者まで出したんですよ。これを受けて千代田区とか秋葉原エリアを管轄する万世橋警察署、地元商店会等で話し合いの場が設けられて、自主的なパトロールっていうのをしましょうということで開始された時にですね、あの秋葉原無差別殺傷事件というのが起きたんですね。まあ、この事件過去にがっつり取り上げてるんで今回ざっくりいこうと思うんですけど、発生は2008年6月8日日曜日の買い物客がにぎわう12時半過ぎ、犯人である加藤智弘が歩行者天国に2トントラックで赤信号を無視し交差点に侵入、通行者5人を次々と跳ねた上、トラックを降り通行人や警察官ら17人を次々とナイフで殺傷、一連の犯行によって7人が死亡、10人が重軽傷を負ったという、ね、残虐性極まりない事件が起きまして、その後加藤は2015年死刑が確定しました。2022年東京拘置所にて死刑が執行されたというものなんですけど、でこの事件が起きた翌日に歩行者天国のパトロールメンバーによる緊急会議が行われて、また歩行者天国の安全性が約束できないということを理由にですね、当時の千代田区長は万世橋警察署長に対して秋葉原中央通り歩行者天国の一時中止についての要望書というのを事件から4日後の6月12日に提出しました。これを受けてですね、東京公安委員会も歩行者天国の一時中止を発表しました。でそれからは訪れる方を対象とした意見調査とか防犯カメラの設置とか街の安全を目的とした募金活動が行われたりとか、みんなで協力安心安全元気な秋葉、これをスローガンとした秋葉原協定というのをね締結したことによって、物販販売禁止とかパフォーマンス禁止、自転車走行禁止、チラシ配り禁止と、そういった各禁止事項を掲げて秋葉原全体で街の安全についていろんな取り組みが行われていったんですね。その甲斐あって約2年半ぶりの2011年1月23日から2011年6月26日まで期間限定の試験的な歩行者天国っていうのは再開されました。で現在では日曜日の昼から夕方にかけてのみ実施されてるんですけど、規制が強くなったり規模が縮小されたりして、昔のオタクの街としての様相っていうのは徐々に徐々に衰退して変貌していってます。じゃあどうしてこう変わっていってしまったのか、ちょっとぴったりな質問がねありましてね、某知恵袋ですけど、秋葉原が最近つまんないです、どんな楽しい遊び方ありますか、友達とか恋人いません、やっぱメイドカフェでしょうか、教えてください、この内容なんですけど、こう熱量がすごかったんでちょっと要約したんですけど、バッサリ言うとつまらないっていうか、もうくっそつまらない街になったと。続いて新宿とか池袋の方がまだ電化製品的に見るとこもある、どこでもある普通の店やオフィスばっかりが目立つ、メイド喫茶なんかも今更で、ここはよくわかんないですけど、せっかくの秋葉原の魅力を行政が潰すとかありえない、いろんな思い出がある街だったのですが、正直もう秋葉原で遊べない、私はもう行かなくていいやってなりました、こういった意見がありまして、こういうねルール違反とか事件とかで衰退したっていうのもね原因の一つではあるんですけど、やっぱ一番はネット通販の進化ですよね。やっぱ秋葉に行かないと買えないものって昔はあったんですよ。ただほとんどのものがもう今ネットで手に入るようになっちゃって、家電量販店、ゲーム、漫画を販売する秋葉原を象徴するような店舗っていうのがどんどんなくなっていったんですね。なので若者のオタク離れっていうよりかは、ライト層っていうのはね数は全然いるんですけど、ネットで何でも手に入るんで、秋葉原まで足を運んでその空気を共有しながら買い物をしようみたいな、そういうヘビー層が減ったってイメージですね。カードゲームとかね、価値のあるカードとか実際目にしないと買う決心がつかないとかまた別なんでしょうけど、あとやっぱコロナ後の円安の影響でやっぱどこに行っても外国人ばっかですよね。これ別に悪いことではないですけど、逆にむしろ日本の漫画とかアニメの人気が高いことの裏付けとポジティブに捉えることもできるんですけど、ここまで極端にインバウンドの街になってしまうと、やっぱ買い物がちょっとしづらいと感じて、普段来てた人が訪れなくなるっていうのもね要因の一つとされていますね。あと最近だとコンカフェですよね、コンセプトカフェ。これ特定のコンセプトを持つカフェのことを言うんですけど、忍者とかね、お客さんのことをお殿様って呼んだりとか、羊であればその主として接客されたりとかね、お帰りなさいませ坊ちゃんみたいな。なのでメイドカフェもですね、メイドをコンセプトしたコンカフェ内の一つではあるんですよ。ただメイドカフェがね流行っていた時からではあるんですけど、カフェと言いながらもお酒を提供する店も結構あって、ナースをコンセプトにしてるところでは治療と称してテキーラ注射をするんですけど、どんな治療やねこれ。あとは男性が女性のお客さんをもてなすメンズコンカフェ、通称メンコンってのもあって、ホストに比べてリーズナブルかつ気軽に楽しめるということで人気だそうなんですけど、世紀末をコンセプトにしたねジャギカフェとかあったらそこ行くんですけど、こういったものが最近秋葉では激増してて、この理由が先ほどの家電量販店とかゲーム、アニメ関連の店が撤退したことで空き店舗が急増したんですよ。だから他のエリアよりも安く借りられると網をつけた業者がその空き店舗を借りてコンカフェを多く展開したからだと言われています。メイドじゃないにしろ、これは以前の秋葉原らしくていい傾向かなと思いきや、ちょっといろんな問題起きてて、っていうのも秋葉には元々あった夜の店とか他のコンカフェとの客の奪い合いっていうのが起きてて、もう現在では違法な客引き行為がめちゃくちゃ増えてるんですよ。さらに店同士の競争も激化して、シャンパンタワーコールといった秋葉にちょっと似つかわしくない言葉が飛んだりとか、コンカフェももはやキャバクラ化するコンキャバが流行りだしたり、一部ではこのぐらい使ってくださいよみたいな、この女の子つけれないですよみたいな、もう高額なボトルを入れさせて最終的に法外の料金を支払わせるぼったくりバーみたいな、そういったところもあるようで、もはやちょっと歌舞伎町みたいな雰囲気になってしまってるんですね。これも秋葉原変わったなとそう言われる要因の一つされていて、実際2021年5月には無許可で接待サービスを提供したとして秋葉原地区のメイドカフェ5店舗が一斉摘発、経営者ら男女6人を無許可営業の風営法違反容疑で逮捕した
したと発表されています。しかもこの店ジュース1本3000から7000ぐらいで提供してたみたいです。これを受けてですね、また千代田区長が記者会見開いて、警視庁や地元団体と連携して秋葉原地区で違法営業する店舗への対応を強化すると発表しました。ぼったくりとかたまんないですよね、こんなんね。なんかこのまま歌舞伎町みたいになんかどっかの店舗入るだけでもぼったくりかどうか調べないといけないような街にはなってほしくないですよね。最後にですね、先ほどの回答でせっかくの秋葉原の魅力を行政が潰すとかありえない、まあ、こういった部分なんですけど、まあ、これまあずっとね急に高いビルが建ったりとかもあったんですけど、今現在ですね秋葉原駅前の 1.7 ヘクタールにもなる土地にオフィスとか商業施設が入った高さ約170メートルのビルを建設するっていう再開発計画の話なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この計画自体20年ぐらい前から検討されてはいるんですけど、去年の11月ようやく第一種市街地再開発事業に必要な全地権者のうち3分の2以上の同意が得られる見通しとして千代田区から発表がありました。ただこの計画に反対している地権者もいるのが実情で、その理由というのがやはり秋葉原らしさがなくなるというもので、まあ、こういった商業施設の入った大型のビルができることで今以上に秋葉らしさを形成している多くの路面店というのがどんどんなくなってしまう可能性があるんですね。ただ現在このエリアは大型の家電量販店とか免税店とかが並ぶ秋葉の代表的な電気街で、裏通りには飲食店、漫画店、メイド喫茶とかが入る雑居ビルが並んでるんですけど、この計画が進めばこれらが取り壊されてしまうんですね。まあ、以前のね風情がなくなってしまうというのがすごく寂しいんですけど、まあ、ただ街って変化していきますよね。ただ文化までは変わってほしくないですよね。ぜひ皆さん都内住んでる方ね、秋葉とかに思い出がある方はですねコメントいただけたら嬉しいです。まあ、人殺してるんで悪魔なんですけどね。さあ今日なんですけど、こんな DM 来てました。タカさんこんばんは。こんばんは。世界一可愛い殺人鬼の動画見ました。ネバダタンか。あの動画の他にもイギリスで超美人だと言われていた少女が殺人鬼になったと話題な事件あったので紹介してください、お願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。これそうですね、前回は日本で起きた女子小学生が起こした事件を紹介したんですけど、その時実は紹介しようかなとも思ったんですけど、尺的に長くなるんでやめとこうと思ったやつがあるんですよ。まあ、それが今回は日本ではなく海外なんですけど、あのネバダタンと同じように天使だとそう呼ばれていた女の子がとてつもない猟奇的殺人鬼になったという事件があって、今日はそれを深掘ってじっくり解説していこうと思います。早速です。イギリスの美人殺人鬼ジョアンナ・デネヒー。時は遡ること1982年。デネヒーはイギリスハートフォードシャー南部というところの裕福な家庭で生まれます。幼少期は両親から愛されて育って成績も良くて特に不自由のない暮らしをしていたと。ただ思春期になった頃デネヒーの素行は一気に悪くなります。反抗期なんでね、親に対してちょっとうるせえなとかね言っちゃうこととかあると思うんですけど、デネヒーはまずお酒を飲んだんですね。ただなんかこういうのってこっそりバレないように飲むとかね、そういったことならあるかもしれないんですけど、デネヒーは学校で飲んでたんですよ。でそれが何回もバレて停学になって、あと万引きでも捕まったりとか、さらにドラッグに手出したんですよね。だいぶ反抗期ですよ。デネヒーを見かねた両親がですね、これはおかしいと、更生させるためにですね施設に無理やり入れたりしたんですね。でいろいろ手は尽くしたんですけど、更生することはありませんでした。結果15歳の時に高校中退します。でデネヒーはですねこの時にとある男性と出会うんですよ。それが近所の公園でよく犬の散歩をさせていたジョン・トレーナーっていう当時21歳の男性です。犬好きのデネヒーがトレーナーに話しかけたことで2人は次第に仲良くなっていって、その関係が恋人まで発展しました。その後デネヒーはですねトレーナーを頼って家を出て2人で各地を転々としながら生活を送って、デネヒーは16歳の時にトレーナーの子を妊娠、この時はお酒もやめて17歳で長女を出産しました。ただデネヒー子供に一切興味がなかったって言うんですね。出産してからも育児からのストレスから再び酒ドラッグに溺れて、さらに自傷行為も始めるようになります。まあ、そんな中トレーナーは家族を支えるために警備員として働いていたんですけど、デネヒーはこの時近所の男性とドラッグを使用した性行為にふけります。トレーナーは娘を連れて家を出るんですけど、もう二度としないと誓って再び一緒に生活を送ります。ちょっと優しいですね。それから反省したのかデネヒーもですね農場で働くようになったんですけど、そんなに簡単に人は変わりませんでした。次はお酒の量が日に日に増えてって、たびたびトレーナーに対して暴力を振るうようになります。そんな地獄のようなある日、酔っ払った状態のデネヒーが当時3歳の娘を階段から突き落とすようになったんですね。これでもう一緒に住むことをトレーナーは諦めて娘を連れて実家に帰ります。その後デネヒーはですね1年半ぐらいの間売春と窃盗で生計を立てて、その過程で逮捕されては刑務所に入ったりとか精神病院に入院することになります。トレーナーはこの時ずっと無視してたんですけど、2003年デネヒーが出所してもう更生したと、だからまた一緒に暮らそうと言うんですよ。さすがに施設も入ってたし更生したのかなと思ってもう一回住むんですよ。繰り返すね。それから穏やかな生活で3年ぐらいは普通で、で次女が生まれるんですよ。ただ出産後また
同じように酒、ドラッグ、夫以外との性行為に溺れる毎日が始まります。だろ言うてんけ。やっぱなかなか人って変わんないっすね。で、その3年後の2009年、アルコールとドラッグで精神は崩壊状態。デネヒ突然ですね、刃渡り15センチ以上のナイフ取り出して、カーペットを切り裂き始めて、この姿を見たトレーナーが、あ、もうこれ絶対ダメだと思って、また決別することを決めて、娘たちを連れて家を出ていくんですね。結果また旦那に捨てられたデネヒはですね、ショックからより一層アルコールとドラッグに依存します。金が尽きたら売春で稼いで、それでもドラッグが買えない場合は窃盗で手に入れるといった、そういった毎日を送った結果ですね、デネヒは何度も逮捕されて、結果反社会性人格障害、強迫性障害と診断、精神科病棟に入院します。そして2010年、デネヒ出所しました。この時イギリス東部にあるピーターバラという場所に移住して、貧困者用アパートを経営していた48歳のリート・クリードっていう方がいるんですけど、この方に部屋を貸してほしいと頼むんですね。その際の面談で、私は実の父親を殺した、父に強姦され妊娠し子供は亡くなった、そういったトラウマが原因で自傷行為を繰り返して、こういった嘘の話で同情を誘って、この時クリードの方は部屋を貸すことに反対したんですけど、リーがデネヒを憐れんだことで部屋を貸すことを決めて、でさらにこのデネヒっていうのはもともと端正な顔立ち、美しいブロンドヘアで、そんな悲惨な過去も相まって、この頃からデネヒの嘘をつき人を魅了し操る能力というのが現れ始めます。ここでですね、暮らしていく中で身長2メーターを越してた男、ゲイリー・リチャーズという男と出会うんですよ。このリチャーズもですね、子供の頃から常習的な犯罪者で、刑務所と外を出たり入ったりする人生を歩んでいて、二人は意気投合して交際を始めます。ただリチャーズは身長とか体大きいんですけど、結構小心者で、窃盗とかの犯罪やってたんですけど、強盗とか殺人とかの凶悪犯罪はしてなくて、基本的に凶暴なデネヒーに従う用心棒的なポジションでして、それからこのリチャーズを従えてるデネヒーに周囲の人間を恐れるようになって、デネヒーもそれを言うことでどんな人間にも罵声を浴びせたりとか、気に入らない相手にはナイフをちらつかせたりとか、さらに横暴な行動が目立つようになります。また働くのが嫌になったデネヒー、家賃をですね、リーに体で払うようになったんですね。アルコールとドラッグがさらに依存して、自傷行為も激しさを増していった、ある日デネヒーはふと大型のダガーナイフを手に取って、これで人殺してみたいと、殺人はさぞかし楽しいんだろうと、そう考えるようになったんですね。そして2013年3月、この時最近知り合ったポーランド人のルカシュ・フラボウスキーっていうね、31歳の男に彼女になってあげるとメールで誘いかけて呼び出します。フラボウスキーなんかウキウキでデネヒーのアパートに行ったんですけど、着いた時にダガーナイフで胸を一突きして即死させます。その後死体を大きなゴミ箱に隠し外に放置するんですけど、たまたまその近くを歩いていた子供がいたんですけど、デネヒーはこの中に死体があるのよと、そう言いながら大笑いしてたって言うんですよ。これが初めての殺人と思えないですよね。だいぶ狂っちゃってるんですけど、この時殺害時に想像以上の快感を覚えてしまったデネヒー、その10日後今度は同じアパートに住むチャップマンという男に目をつけます。チャップマンこの時泥酔状態プラスドラッグ漬けで、まともな状態じゃなくて殺害は容易だったことから、ナイフで首を刺し、その後心臓を2度胸を3度刺して殺害します。ここで再び快感を味わうんですけど、さらにですよ、この死体をリチャーズと、そこを偶然通りかかったアパートの住人2人に、お前ら殺せろっつって捨てるように指示してるんですよ。そして次に目をつけたのが浮気相手でもあり、自分に同情して部屋を貸してくれたリーです。気持ちよくしてあげると、そう誘い出して、部屋に2人っきりになったとこで心臓を刺して殺害。さらにリーの死体には黒いドレスを着せて、下半身丸出しにした状態で道端に遺棄したんですよ。これを遺棄させられたのも先ほどの2人なんですよね。なんで協力するんだろうと思うんですけどね。今回死体一切隠してなかったんで、すぐに見つかって警察が捜査を開始。リーの妻がリーとデネヒが不倫していたってことを知っていたんで、妻の証言により警察はデネヒをマークしました。そしてリー殺害後、このデネヒはリチャーズに、楽しいことをしたいの、早く獲物を見つけてこいと指示して、車で土地勘のあるヘレフォードというところに向かいます。そこで物色して、犬の散歩をしていた60代と50代の男性も相次いでめった刺しにして、犬を奪ってその場を去ってるんですよ。ただこの時2人とも奇跡的に息があって、その後通報によって駆けつけた警察に犯人の特徴を報告。それを聞いた警察はすぐに犯人がデネヒーであると確信、後を追います。その後車を走らせていたデネヒー、近くの広場に止めて、奪った犬を連れて普通に散歩してるんですよ。行動がマジで狂っちゃってるんですけど、でリチャーズが車で待ってたら、周りをパトカーが走り回ってることに気づいて、リチャーズはもう車捨ててその場から逃げたんですよ。散歩を終えて戻ってきたデネヒー、車にリチャーズがいないことを不思議に思わずですね、まあそのうち戻ってくるだろうと車で待ってたんですけども、警察に車を包囲されて、抵抗することなくあっさり倒されました。で連行されたデネヒー、人殺しなんて大したことじゃない、デブやブスになるより全然マシよと、そう言って笑って踊り、警察官たちを唖然とさせたと言います。その後ですね、まあ、デネヒーが逮捕されたことを知ったリチャーズはすぐに出頭して、自分も逮捕されます。で後にですね、行われた裁判で精神鑑定の結果が伝えられて、感情が欠如してる、自己中心的で道徳観念、倫理観、恐怖を感じない、サイコパス性、反社会性、パーソナリティ障害、常習的に性的興奮を伴う空想や行動が自分自身やパートナーに苦痛や屈辱をもたらす形で現れるパラフィリアというもの、他人の苦痛を見て興奮を覚える性質、そして自分の苦痛を快楽に感じてしまう性質、この2つの性質が合わさったサドマゾヒズムと診断されます。このトリプルヤクマンのような精神状況で、デネヒーは殺人に対して一切の罪
悪感なくて感情がないんですよね。その代わり相手が苦しむ姿には快感を覚えることができる。この時だけ感情あらわにすることができると。だからやめられなくなったっていうことなんですね。デネヒは全ての罪を認めて、殺人の動機については自分が思ってるほど冷酷な人間なのか試してみたかった、それで実際やってみたらとっても楽しかった、もっともっと求めるようになったと供述。そして2014年2月に行われた裁判、恋人のリチャーズには禁錮19年、デネヒにはイギリスで最も重たい終身刑が言い渡されました。イギリスで女性に終身刑というのが下されたのが史上3人目でした。その後被害者遺族に対して謝罪は一切なし、刑務所内では脱獄を計画したりとか、2018年には獄中でできた恋人と心中を図るんですけどミスに終わっています。人を巧みに操り自分の快楽のためにおもちゃのように命を奪っていったこのジョアンナ・デネヒーなんですけど、女性がこの階段を登るようにですねシリアルキラーになった実例というのはレアケースと言われてるんですけど、レアケースというかもう二度と出てきてほしくないですよね。はい、とまあイギリスで起きた事例を紹介したんですけど、日本でもですねこの男性を欺いてみたいなところでいくと代表格は筧千佐子とかになるのかなと思うんですけど、ただこの見た目で犯罪の加担率とか上がるのかなみたいな、そういう統計って犯罪白書とかあるのかなと思って調べてみたんですけど、まあありませんでした。まあそれはそうだろうって話なんですけど、まあただ以前動画で紹介したインセルとかね、女性に対して縁がなくて女性を恨むようになって無差別殺人を起こすとか、そういうのも実際あったりするんですけど、その逆に美人で異性に苦労したことがないというか、そういう人が殺人を犯すっていう、そういったインパクトで記憶に残ってるのもあるんじゃないかなと思いましたね。ぜひ皆さんの意見もお聞かせください。赤いよ。昨日信じられないことが起きました。やっぱりどうも僕をあの世に早く送り出そうとする闇の力というのはまだ働いているようです。心して聞いてください。リフトオフ。今日は今週の俺的ニュース速報の時間なんですけど、信じられんこと起きたんでね、早速何があったかお話ししようと思うんですけど、ちなみにもう解決はしたんですけど、さすがにねはーって声出たね。人ってあんな腹からとっさに玉木浩二出るんやみたいな。でもこの動画が上がってる時にアップロードされてるかちょっとわかんないんですけど、とある動画の冒頭の小話で車ぶつけられたっていう話をしたんですよ。商店街で信号待ちしてたら左折してきたハイエースが僕らが乗ってた車のミラーにガツンと当たってそのまま行こうとしたんですよ。ちょっと待たんかいっつってレイジオブダスト脳内再生で走って追いかけたっていうね。ほんならネパール人が降りてきてもうヘラヘラしてましたよ。でほらこうぶつかってるやろここっつってミラー見せたら、こすれば治るよってはっきり日本語で言いやがって、あの野郎、いやちょっとお前それはないんじゃないって言い返したら、私お前って言われるのがこの世で一番嫌いって、それはちょっとわかるけど我慢しますねみたいな、まあそういうことがあったんですよ。で警察呼んで事故処理してみたいな。でその後仕事の合間に修理の見積もりをしに行ったわけですよ。そしたら修理できなかったんですよ。その理由、車検証がない、はまだ浅いはですね。ただやばいっすよ、車の中でタイヤの次ぐらいにつけとかないといけない書類でしてね、このまま運転したら50万円くらい罰金刑でして、前科つく可能性もあるんですよ。もちろんちゃんと自分の車ですよ。でもなくて、なんか車種もアルファードっていうのがあって、店内が不穏な容疑者みたいな空気なのよ。ただまあなんとか携帯に写真あって、それでまあまああなたのですかみたいな感じの空気になりまして、でもちろん修理できなくて、スタジオ、自宅、事務所、車全部ひっくり返して探したんですよ。アルファードもひっくり返しましたよ。星一徹探しですよ。でもどっかにもなくて、山崎正義やみたいな。でも事故処理あったよなと、その時絶対警察見てるよね。だからあの時までは絶対会ったことになるぞってなって、いやまさかね警察が持って帰るとかさすがにないやろと。で一応管轄の警察に電話したんですよ。まあただやっぱりさすがにそれはないですけどねみたいな言い方、しかもその言い方も、いやーそれはちょっとね車検証は取りやしませんよみたいな、何言ってんすかあなたたちみたいなテンションなんですよ。やっぱそうですよねつって、だから書類を返してもらった時とかにするって落としたりしたんかなってなって、でも時間は夜中になってて、これ明日朝起きて再発行やみたいなこと言ってたんです。ただふとなんか当時のこと思い返したんですよ、事故起きた時の。でその事故処理に来た警察官がちょっと変なことを言った時があったんですよ。帰り際車乗っててさあ行こうかってなった時に、急に窓をコンコンってしてきて、はいって開けたら、あ免許証って返しましたっけつって、あはい返しましたよつったら、それちょっとあるか確認だけいいっすかつって、で免許証出して見せて、あはい大丈夫すいません、はいどうぞみたいな。だからちょっとあの人ってポカするタイプちゃん、おおおっちょこぽりしちゃん、おおみたいな、その説濃いめと思って、いやまさかねえと思いましたよ。その日も夜中だったんで、次の日事故をしたネパール人の人と電話交換してたんで、電話してうちらの車検証ないですかって聞いたら、ある、おい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 、ある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 、アルファードあるある、そこにあったらまずいのよ、いろいろ書いてあるし、何やってんだわおい、これうちらの車検証間違えて向こうの車に返してんの、どこがアルファードやねあの車。すぐ警察電話して、車運転できないんですけど、この件で110番通報しちゃおうかなみたいな、そしたら、あーすいません、もうすぐに取り入って持っていきますつって、で取り入ったら持ってきてくれて、その日の夕方に無事車検証は返還されたわけなんですけど、
そんなミスあります？ただまあちょっとこっちも信用しすぎたっていうか、うちらもちょっと悪いですよ。っていうのもああいう車系の書類ってまとめてファイリングされたやつ、それをそのまま全部渡す人多いと思うんですよ。でそのファイリング渡したまんま帰ってくるから、まあその中に入ってるだろうでそのまま確認しなかったんですよ。だから皆さんこれ車高で習いましたね。そうかもしれない運転です。ネパール人がハイエースでミラーをぶちのめしてくるかもしれない。警察が車検証を相手の車に入れるかもしれない。修理に行ったらバンパーに謎の飛び石してて15万の見積もりが上がってくるかもしれない。はぁ、ここで深い声出ました。どの傷これみたいな。全部変えないといけませんって言われました。ふざけんじゃねえよ本当に。今日修理行くんで分かんないですけど、後輪のタイヤパンクしてます。はぁ、ご清聴ありがとうございました。改めましてタックでございます。大変でした本当、めんどくさい。まあそんな今日は7月19日金曜日の週末ニュース速報なんですが、今日ちょっとね大きな告知があります。でもこの度僕はですね2024年稲川淳二の怪談グランプリ、これに出場することにしました。はい、一旦こちらご覧ください。どうぞ。怪談グランプリが帰ってくる。真夏の夜の怪談史ナンバーワン決定戦、最強のホラーが TVer で幕を開ける。ぜひご覧ください。はい、とね、まあ、先々月ぐらいですかね、まあ、書類選考がありまして、そこは無事通りまして、予選というのが今日の19日から始まってるんですよ。これ仕上がり完璧です。ちょっと皆さんにもですねちょっとお願いがあってね、これ予選がですね TVer さんで独占配信でして、その上がった動画のいいねと視聴回数で予選通過っていうのが決まるんですよ。なのでつきましては僕の視聴者さんの方にですね、まあ、ぜひ TVer で僕の怖い話をまず聞いてほしい。そんな一面もあんのかと、お前怖いやんけってなったらいいねをお願いしたいというところでございます。この予選予選会場ではですね、僕の唯一の実体験、おばあちゃんの話してます。ここで切り札使っちゃった。失敗したよ。いやなんか書類選考で話とその動画を撮影して送ったんですけど、それを短くしたやつを話してくださいって言われて、これやんないといけないみたいな、まあ、それありましたけど、ここで残り4名になることができれば本戦であの稲川淳二さんの目の前で怖い話を聞いてもらえるというね、この上ない幸せの切符となっております。まあ、もちろん優勝っていうのは目指してます。ぜひね皆さんどうぞ概要欄のリンク貼ってますんで、そちらから見てみてください。継続まだあるぜ。今年嬉しいことがたくさんあるなっていう話なんですけど、メインチャンネルとかもう実写チャンネルの方とかでも言ってたんですけど、ジャパニーズホラーの代表作呪怨シリーズを手掛けた清水監督っていらっしゃるじゃないですか。この作品何周もしてるわけなんですけど、メインではちょっと前に呪怨に出てきたカフェの看板買おうとする話とかね、いろいろしたと思うんですけど、最新作っていうのが今日から上映なんですよ。あの子は誰っていう作品でして、でそのちょっと前にこの清水崇監督と番組で初共演させていただきまして、その時にこれなんでこの効果音にしたのかとか、ご本人しかわからないことっていうのをめちゃくちゃ聞いたんですよ。そしたら君俺より見てるじゃんかってなって、その後僕別の仕事でバーの一日店長をやったんですけど、その時わざわざ来てくださったんですよ。でそこで清水崇監督の方からさっき言った最新作、この上映の先行上映みたいな前夜祭っていうのに呼んでいただいたんですよ。それだけでもすげえありがたいことなんですけど、しかもですよめっちゃ急、こっからなんですけど、僕よりも圧倒的に急なんですけど、7月21日2日後ですね、ムービックス埼玉で朝9時30分から上映されるあの子は誰の上映後にステージで僕と清水崇監督の対談みたいなティーチイン付き上映っていうのがあるんですけど、それが行われることになりまして、はぁ、びっくり玉手箱かける40でしょ。ただただ高しずも質問することになると思うんですけど、俺得でしかないんですけど、ただやっぱ問題は時間なんですよ。朝9時半からホラー見る。ただほんとつい先ほど僕作品全部見させていただいたんですけど、めちゃくちゃ怖いぞ。演出素晴らしいですね。ここでこういうのあったら怖いよなって誰しも一度は思ったことがあるのを形にするっていうのがね、非常に清水崇監督の真骨頂ではあるんですよ。これがねまた今回も炸裂しててね、好きでしたね。そういうシーンが出るためにあここ高しみたいな。ただオファーいただいて9時半からの枠見たですね、12席しか埋まってなかった。うん、朝9時半だから。でもちょっと僕も予定をすっ飛ばして急に行くから、やっぱ今見てるチミたちもホラー好きでしょ、見に来ません？来るよね。逆に考えたら朝ホラー映画って見たことないと思うんですよ。こういうやったことないことを経験するって人生で最も大事なアクションだと思うんですよ。朝ホラーに行こう。概要欄バチンと貼ってあるんですけど、押したらムービックス埼玉あの子は誰9時30分上映の予約ページに飛ぶようにリンクを持ってきました。つまり日曜日のデートは清水からということで、皆さん9時30分埼玉でお待ちしております。以上
この時間です。さあ今週の俺的ニュースのこの時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、ドナルド・トランプ狙撃。こちら今月13日、アメリカペンシルベニア州で大統領選を間近に控えるドナルド・トランプ氏が自らの選挙集会で演説を行っていたところ、ステージに向けて複数回の銃撃があり、この銃撃でトランプ氏が右耳に怪我をするというとんでもない事件が発生しました。はい、この銃撃を受けた直後のトランプ氏の写真とかね、映像がかなり話題になってるんですけど、トランプ氏狙撃された右耳は血まみれだったんですけど、護衛を受けながらステージを降りる間ですね、拳を掲げて聴衆に無事をアピール。その後すぐにシークレットサービスに囲まれ、会場から無事に退避。後日ですね、トランプは元気だと公表されました。その後もですね、広報担当者が元気である姿の動画を SNS に投稿したんですけど、ただこの銃撃の裏で集会に参加していた1名が死亡、2人が重傷を負うという事態にまで発展しました。でこの銃撃を行った男、会場の外にある建物の屋上から発砲してて、その後 SP によるすぐさま射殺。アメリカの主要メディアによると、銃撃を行った男については、この集会を行っていた州に住む20歳の男性であったことが発表されました。まあ、事件を受けてですね、アメリカではこの暗殺未遂事件についてかなり衝撃が広がっております。大統領選にどう影響が出るのかというところも注目されているということです。2年前にもね、日本で同様の事件が起きたのが印象的ですよね。でまたね、陰謀論めいた噂もかなり出回ってるんですけど、とりあえず犯人がすぐ特定されてよかったなと思いますね。ただまあ市民の命を奪われてしまったんですけど、背景もこれから分かってくることだと思います。次です、2つ目、電車で非モテおじさんに絡まれたモデル。こちら今月11日 X にて、国内外でモデルとして活動している鈴木武蔵マーリンさんという方が X にて、電車にて中年男性からひたすら絡まれる様子を捉えた映像を、生きてるだけなのに笑という文章とともに投稿。この動画がちょっと悲しすぎると話題になりました。まあこれ僕ももちろん見たんですけど、動画の中で中年男性が、まあこのモデルの方に対して、なあ、背高くて足長くてイケメン、なあ、女にはモテモテ、どうなの、女にモテモテな、お前のな、これからの人生言ってやれよな、モテモテの男は幸せになれねえのつって、なんか褒めてんのかけなしてんのかようわからん言葉を見せて、その後小池都知事を批判して去っていったってことなんですけど、やばいやばい。この投稿に対してね、おじさんの境遇を想像すると泣ける、自己肯定感めっちゃ上げてくれそう、褒められてて草っていう意見がありました次です。3つ目、町議会でスマホゲーム。こちら今月17日、宮城県大河原町のベテラン男性町議が、先月6月に行われていた定例会の本会議中に、自分の席でスマートフォンゲームをプレイしていたことが判明し、注意されたと報道がありました。これはですね、定例会をですね、地元の小学生たちが授業の一環で傍聴しに来てたんですけど、その感想文の中にゲームをしていたっていっぱい書いてあったそうなんですよ。情けなさすぎるだろこれ。で報道によるとですね、ゲームは指で図柄をなぞって得点を競う人気ゲームって書いてあったんですけど、つむつむか、お前もつむらーか。いや、そこまでつむつむしちゃったらもうつむつむに専念した方がいいと思うんですけどね、まあ、とりあえずハート送ってください。4つ目、子供の列に突っ込んだ老婆。今月9日、千葉県市原市の横断歩道を歩いていた保育園児の列に、74歳の女性が運転する軽自動車が突っ込み、園児6人らが病院に搬送されるという事故が発生しました。こちら事故の発生原因はですね、この女性の運転する車、交差点を右折しようとした時、歩行するエンジンに直前まで気づかずにブレーキを踏むも間に合わず、エンジンの列と接触したということなんですけど、この事故で2歳と3歳の園児4人と引率の保育園の職員2人が病院に搬送されて、このうち3歳の男の子の1人が頭の骨を折る重傷って、中には歯が欠けてる園児もいたということなんですけど、いずれも命に別状はないということです。よくはないけどよかったですよね。この軽乗用車を運転していた市内に住む田中清子容疑者74歳を過失運転傷害の疑いでその場で現行逮捕したということなんですが、やっぱりね、こういうことがね、起きた後だと遅いんでね、運転できてるかどうか、周り見えてるかどうかっていうのはね、周りの方も含め早めに判断してください。次です、5つ目、スカピ炎上。14日、スッシーとおなじみスカイピースの動画編集などを行う9人のうち6人が卒業した件について、原因が残業代未払いであったことが発覚、炎上、その後謝罪を行うといった騒動がありました。こちら12日 X でご報告と言いまして、スタッフ名前並べて6人が卒業しますみたいな感じで、急に6人いなくなるってちょっと不穏なんですけど、結果ですね、サブチャンネルでその原因を話したんですけど、これにですね、その8ヶ月前に卒業した元メンバーがなんか反応して、それが、まあ、本来あの動画っていうのが弁護士を通して退職した方々に確認を行うという約束だったが、その約束を破棄して投稿された、まとめられませんでしたとか言ってるけど意見が違うと、まあ、今回の問題は残業代の未払いが発覚して、向こうが素直にその支払いに応じなかったことから起きたと、そういったトラブルであることを報告しました。で結果ですね、また14日に謝罪動画投稿しまして、自分たちに未熟な部分がありながらも会社経営を行っていたことが原因ですと、改めて謝罪を行ったということなんですけど、ネットではまとめられなかったというか、俗に言うブラック企業だよねというコメントが多かったですね。まあ、この撮影とか動画の編集とか大型企画とかの準備とかで時間かかって残業になったりするっていうのはね、制作の現場ではよくあるんですけど、自分と一緒に頑張ってくれてるスタッフとか周りは絶対大事にしないといけないと僕は思いますね。そんなスカイピースのおすすめプランがあります。それが固定残業手当。なんと弊社は実質6時間勤務、そして週に一度あるかないかの残業でマックス固定残業手当なのである。潰れそう
やっぱり、ね、一番最初違ったんですよ。こういう仕事って撮影長引いたりとか編集のトラブルでイレギュラーっていうのがよく起こるじゃないですか。そういうイレギュラーとか対応するためには余裕っていうのを常に持たせておくってことが大事だと思います。焦らずに急ぐ、それは余裕があっての実現です。行ってきます。お父さんかっこいい。次です。6つ目、日大で奨学金10年猫パパ。12日、日本大学は学内の重量挙げ部の幹部が授業料など免除されている一部の新入部員などから10年間にわたって不正に現金を徴収していたことを明らかにしました。はい、これ何かというとですね、入学金とか授業料免除される奨学金制度の対象である新入部員とか入部予定者の保護者に対して免除は2年目からとかね、嘘の請求書を送って部の口座に不正に現金を振り込ませていたってことで、めちゃくちゃ卑怯、普通に詐欺の手口です。しかも10年にわたって不正に集めてて自分で使ってたんですよ。感覚としてはちょっとお小遣い稼ぎにみたいな感じかもしれないですけど、普通にやってることめちゃくちゃやばいからね、これ。最後海外です。7つ目、中国で蛇を密輸しようとして逮捕。こちら10日、中国の税関にて生きた蛇100匹を密輸しようとした男が逮捕されました。さすがに無理ありますね、これ。この男、香港から国境都市の中国深圳に向かっていたところ、関税職員止められて検査されたんですけど、この持ち込もうとした方法がですね、当時男が着用していたズボンの中に6つのキャンパスバッグを紐で固定して、その中に蛇を入れてテープで口塞いでいたということで、これ中国の税関が現場で押収した透明のビニールパックに入った蛇を公開してるんですけど、絶対無理、100%、いや2万%バレるわ、これ量がえぐいんですよね。これをねズボンの中に入れてて、下半身だけとりあえずめちゃくちゃでかいんですよ。しかも生きてる蛇やから動くんですよ。バレるやろと思ってたらバレたってことでした。はい、というわけで今週以上でございます。お疲れ様でした。いや今週も疲れましたね皆さんね。ただまあ土曜日仕事という方もいると思いますけどね、睡眠が一番大事ですんでね、自分の体っていうのはいたわってあげてくださいね。最初はグーじゃんけーんだぜ。精神病院にまあちょっとこう入ろうとしたっていう。まあそうです、そうです。出れなくなっちゃって、樹海っていうワードなんですけど、自殺死体があるっていうのは、まあこれは本当なんです。本当ですね。オウムの後続団体であるに潜入したとか、やっぱ自己啓発セミナーとかも入りましたけど、もう徹底的なんですよ、うん、みんな泣きじゃくで手でも足でもいいからちょっと肉削ってそいつの目の前で食ってやるんで。うわ、全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日は珍しく実写スタートということで、なかなかない始まり方なんですけども、っていうのもですね、普通だったら前半10分普通の動画で、で後半詳しい人に聞いてみたっつって、こう取材であったりとかインタビュー形式の動画っていうのが多いんですけど、まあ、今回ちょっとあまりにもボリューミーになるだろうということで、あとプラス多分今まで僕のチャンネルで来てくださった方史上一番やばい、おっちゃんが来ました僕が知ってる中で一番やばい人ですやばいっていろんな意味がね、あると思うんですけど、もうその全てを凌駕してるというか、職業がですね、ライター兼イラストレーター兼漫画家と、ここだけ聞くと別にやばくないんですよ絵めっちゃ描いてる方なんですよ。それだけじゃないっていうところで、ね、分かってくると思います。ご紹介します、村田ラブさんです。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、マリファナじゃないですもんね、これ。マリファナじゃないです。はい、沖縄の沖縄、ね、で買ってきた。あ、本当だ、よく見たハイビスカスも映ってましてね。安いやつです。あ、はい、もうラブさんお久しぶりでございます。あ、ご無沙汰してます。はい、ラブさんと初耳会談という番組の方で初めてご一緒させていただきました。そうですね。はい、その時が初ですよね。はい、ただその前から噂は彼が、ね、僕の方聞いておりまして。まあ、あんまり良くない噂ではあろうなとは思ってるんですけど。村田ラブさんがっていう話がから始まると、大体なんかもうディープな話というか、なんか聞いたことない話が飛び出すという印象でして、村田ラムさんといえばちょっと裏社会というイメージが強くてですね、特にゴミ屋敷、スラム街、宗教団体、さらには樹海等に、ここ一番大事なんですけど、潜入取材を行うと。そうですね、はい、はい、宗教団体まあそうですね、入ってましたね、はい、その体験談もあるんですよね今日。潜入して、まあ、それを記事にしたりとか漫画にしたりとか、まあ、リアル現場至上主義みたいな感じですかね。そうですね、ですよ、はい、を行う、まあ、ルポライターさんということで、まあ、さらにですけど今ねご年齢が51歳と言ってたんですけど、はい、取材歴っていうのが20年以上ですね、はい、20年取材をされてまして、まあ、僕、ね、チャンネルでもひとコアとか結構事件系とか取り扱ってるんですけど もまさにそこを取材取材されたりとか潜入されたりしてるっていう方なんですよ。なぜこのヤバさがまだ世間にこうなんていうんですかね、大々的に広まってないのかっていうのがちょっと僕は消せないというか僕ら界隈の中で知らない人は絶対いないんですよ村田ラムさんっていや本当初耳会談の番組の時でもラムさんの体験談とかもやっぱりえげつないというか、はいはいはい、ちなみに今までこの潜入された場所っていうんですかね、どこがあります。まあさっき言った宗教団体でしょ、はい、これがちょっとね僕後からすごい聞きたいんですけど、まあ、自己啓発セミナー、おーちょっとヤバそう
うですね。そうですね。自己啓発セミナー久しぶりに聞きましたけどね、その単語。あれはだからマルチみたいなところとかも。マルチも言ってますね。あ、マルチ行きました。はい。言ってますね。どっちがいいかなっつって両方入っちゃえよっつってどっちも行ったんですか。どっちも行きましたけど、まあ、長くやってたのは片っぽなんですけど、ただそのマルチビジネスはやっぱり被害者を出すわけにいかないんで、あ、そうですね、勧誘まではできなかったのが、まあ、ちょっと行き切ってはいないかなって感じはあるんですけどね。あ、やっぱりあの辺も、ね、海外とかだと結構普通にある形態ではあるじゃないですか、マルチって。はい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 。ただやっぱりちょっと日本のは違いました。日本ですよね、宣伝したの。そうですね、もちろん、ね、はい。いや、まあ、だからやっぱり会館みたいなところに集められて、はい、そのフェラーリとかそういう高級車に乗ってるのを見せられて、君たちもこういうの乗りたいだろうみたいな、乗りたいですみたいな乗りだったりするのを見て、あ、やっぱりこういう乗りなんだと思ったり。じゃあもうフィクションじゃないんですね、全く。あ、そうですね、はい。プラス樹海、もう樹海はそうですね、樹海とホームレスを最初にやってっていう感じですね。あ、ホームレスっていうのはもうホームレスになるんですか。なったこともありますね。 まあ、なったというか2週間ぐらい、あ、一緒に生活して、上野で生活したりとか、そういうのはありました。あ、そんな。ホームレスになってみてこう何を取材するんですか、その実態というか。なんか最初全然そのイラストレーターだったので、はいはい、全く全然知らなかったんですよ。そうですよね。でイラストレーターやってた母が名古屋から遊びに来て、はい、で上野の美術館に行ったら、はい、こう村みたいになってたので、お、めっちゃ興味が湧いて。へ、まあ、イラストレーターだとなんかこう入るきっかけがないので、はい、あ、じゃあ ライターになるかみたいな感じでライターになったところが。はあ、じゃあきっかけは最初まずイラストレーターっていうお仕事をされてて、でその美術館に行ったことをきっかけにいきなりライターになって、でそこから潜入みたいなのが始まったってことですか。そうですね。はあ、なるほど。だからもう本当にホームレスのことも全く知らなかったんですけど、入ってみたら日雇い労働者の人が多いんだなとか、上野で皇室が来るたびに全員一旦追い出されるんだなみたいな。ああ、そうだ、そう、いろんな情報が分かってくる。明日はちょっと皆さんちょっといなくなってくださいみたいな。あ、そうなんです、そうなんですよ。そうだから雪の日とかに追い出されるともう大変なんですよでも普通の日でも大変なのにってことですよね。あ、そうです、そうです。面白い。そういったホームレスの方とかを対象にした貧困ビジネスみたいな、そういうのって実際にあったりするんですか。もうバリバリありましたよ。いまだにあります。あ、やっぱあるんですか。うん、あの一つの建物にの一室にこのパンパンに詰め込んで生活を不正受給させて、パンパンに済ませたらまだいい方で、普通にあの何百人とかが住んでいる体のマンションがあったりとかもしましたし。ああ、実際にはそこにいないけど、うん、みたいな感じ。そうそうそう、なるほどなるほど。あとはもう監禁しちゃうところも結構ありますね。へ、それもだからね、マンションで監禁しちゃうこともあるんだけど、うん、あの病院系列で、あのもう部屋から出さないで、まあ、例えば精神病院系でもあるんですけど、これ精神病院だからっつってずっと部屋に入れさせ続けて、延々生活保護を受給させて、もうほぼほぼ全部取っていくっていう。やば。もう、え、それってじゃあ病院もグルってことですか。まあ、グルっていうか、その病院はでも精神病だから仕方ないからっていう。そうそうそう。とはいえそういうことやってるってなんとなく病院側もちょっと把握するわけじゃないんですかね。ね、褒められてるぐらいですね。そうそうそう、素晴らしい活動しているって褒められてたりするぐらい。いやー、怖っ。で、まあ、僕精神病院も潜入したことあるんですけど。そうですよね。僕精神病院のやつも知りたかったんですけど、ちょっと触りだけは知ってるんですけど、はい、ちなみになんでその精神病院にまず潜入しようと思ったんですか。なんか編集さんと打ち合わせしてて、はい、なんか次精神病院行ってみるみたいな。僕のやってたあのブブカのさらに裏ブブカっていう、ブブカの裏だったら表じゃねえかって話なんだけど、ね、ブブカのさらに悪い裏ブブカとか、はい、この間その載ってた雑誌見たら、はい、俺もなりたいって書いてあったから、もうそんなむちゃくちゃなタイトルがつくような、だからもう流せるわけないじゃん。そんなやつ出ちゃいけない名前出てるから。もうかなり精神病院に入ってみたいと思った入ったの話は若干もう一線超えてるような。一応聞いてもいいですか。一応流せるかちょっと分かんないですけど、はい、だからやっぱりね、致死燃料があるっていうと反強制的に入れてもらえるというか、はあ、死なすわけにいかないから。そうですね、そうですね、そうですね。自分の 身をこう傷つけたいとか、こう自殺願望があったりするとっていう感じなんですか。そうで、一旦入れちゃうと出さないっていう、あの、まあ、そう簡単に出さなくなるっていう。あ、なるほど。絶対にそうしないっていう確証が取れるまで出してもらえなくなるから、はい、なかなか大変なんですよね。ちょっと待ってください。まず、まあ、入るじゃないですか初日。あ、じゃあお薬飲みましょうで最初に飲まされると、うん、おーって、あの光景は変わらないし耳も目も聞こえるんだけど、うん、この何にも心が動かなくなる。あ、じゃあ強力な薬を飲まされる。強力な安定剤を飲まされるので。はあ、じゃあもう何日目ぐらいから、あ、ちょっとこれやばいんじゃないかっ
って思わなかったんですか。だから3日目ぐらいに編集から電話があって、うん、あ、携帯とか使えるんですか。あの公衆電話が使われて、なるほどなるほど、で出せなくなっちゃいましたって言われて、最初はなんか、まあ、友達の系で編集さんが来てたから、はい、友達がもうそろそろ出してくださいって言ったら、うん、出せるんじゃないかと思ってて、まあ、今思えばそんなわけないんだけどって言ったら、なんか出せなくなっちゃいましたって言われて、うん、めちゃめちゃビビらなきゃいけないんだけど、うん、薬飲んでるからそうですかみたいな。はあ、もう安定しまくってるってことですね。そうそうそう、平常心で。だから困ったなと思うけど、そのやばいやばいみたいな風にはなれないというか。いやー、気持ちが高ぶらないんですかね、まあ、そもそも、うん、そこから結局どれぐらいまで入られたんですか。でそっからちょっと入ってたら、うん、その編集がうちの父親に連絡したらしくて、うん、髪の毛ガーッ掴まれて何やってんのお前あの自分でケツ受けんことするなみたいなのそのままズルズル連れて行かれて全部病院に取られてるわけですよ、荷物。当たり前なんだけど、そうそう、入った時にロープがあるものとかで、はいはい、財布もなくて、うん、だからこう父親もこの、まあ、結構某県の山奥なんですけど病院があったのが、はい、なんかまあ、ある程度のとこまで送ってくれればいいじゃないですか、はいはい、その八王子だとかそういうなんかキーステーションまで送ってくれないのに、はい、最寄り駅に降ろしてそのもう電車もねーポケットに1万円入れられて最寄り駅に降ろされて、動けないでしょこっち、あの強烈な安定剤まだ抜けてないから、だから駅のベンチで、ああ病院の人来たら連れて帰られるけど体が動かないと思ったまま火が落ちるのこと見てるわ自分で何をやってるんですかそれマジでなんか浦安鉄筋家族みたいな話ですよねファンタジーですねファンタジーじゃないですけどね山さんは、はい、これ何年前ぐらいなんですかこれは。まあ、これでも結構前ですよ、15年は以上前から。あ、相当前の話、うん、30代前半中盤ぐらいの。そのやっぱ怒られなかったんですか病院から連絡とか来なかったんですか。来なかったですね。あ、そうなんですね。結局まあ嘘ついてるともなってないんじゃないですかね。だって診断されて出たわけだし。あ、そうそうか。うん、だから潜入と僕言ってるだけで本来は入らなきゃいけない人間なんじゃないですかね。いや僕もそう思いました本来こんな本人に言うのあれですけど多分病院合ってたんじゃないかなっていう。父親来なかったら未だに多分あのもう出れないななかなかって言ってたかもわからない。そのラブさんは幼少期から結構その気質みたいな傾向あった、うん、あ全然ないです。あ、そうなんですか。めっちゃ引きこもりで、引きこもりとは言わないけどめっちゃ病弱やったんですよ、ちっちゃい頃。ほんと扁桃腺が悪くて、はいはいはい、1週間連続で学校行けないっていうぐらいで、はい、でもなんか3年生ぐらいで扁桃腺手術するまではもうその父親にお前はもう二十歳まで生きれねえなみたいなこと言われてましたからあ、俺二十歳まで生きられないんだって思ってるような子供時代やったんですよ。へ、そこからこの、まあ、病院に潜入とかそのアクティブになんか好奇心っていうのがだから多分もしかしたら幼少期の反動もあるのかもしれないですね。そうですね。それでまあ大学が美術系の大学行ってちゃって、はい、その九州産業大学に。そうですよね、これでちょっと盛り上がりましたよね。僕は九州産業大学っていうね福岡の大学なんですけどその横に住んでたんですよ。だからすごい近いとこにいたなっていう話をしてて、そしたら全然他の人が乗っかってくれなかったですね、あの島田さんとか。いや、それはそうですよ。もうこんななんかコアなというかあまりにもニッチすぎますからね。その僕が YouTube 始めて3年ぐらいだったので、ね、ちょっと話題になり始めた頃だったんですよ、うんうんうん、だから隣のあのボロいマンションのもう1階だったんですよね。1階にタック TV が住んでるみたいな、うん、でもそのマンションこう1階と2階だけそのベランダにこの侵入防止用のネットががっつり張られてるとこだったんですけど、うん、僕のそのネットだけ破かれてなんかゴミ投げられたりとかガラ悪っ。勝手に僕はそれは九三大のやつらがやってるって決めつけてたんで実は何歳ぐらいの時にこう侵入とか。そうで美術でなんかイラストレーターになろうと思って、はい、まあ、美術系だったんで、で25、26ぐらいで、まあ、食えるようになって、でその時になんかちょっと、ね、イラストレーターの将来もちょっと狭くなってきてるなというのもあったんですよ。こう紙媒体が減ってきてるし、はいはいはい、ちょっとそこまで受ける絵じゃなかったので、なんかなんとか違う稼ぎ口もっていう気持ちもあったんだけど、ただ もっと強くなんか このまま死んではダメだみたいな。あ、なるほど。そう、自己啓発ですよ、はいはいはい、はい、いろんなものを知ろうと思って、もっと 見ようみたいな感じです。もっと見ようっていうの多分急にあの炸裂したようになって、27歳ぐらいでいきなり樹海に行ってホームレスの取材してみたいなの急にいっぺんにやりだしたっていう感じですね。で今現在に至るみたいな。そうですね、ざっくり言うと。
危ないですよね。でもそれもずっと今誰入ってた可能性だってやっぱありますしね。まあそうですね、まあ、死んじゃってる可能性もありますからね。全然ありますよね、はい。まあ、さっきあのお話の中出てきた、まあ、樹海っていうワードなんですけど、うん、まあ、ラムさん樹海も行かれてるわけじゃないですか。樹海はまあ結構行ってますね、はい。結構まあ樹海って、まあ、ブラックボックスだとかあるっていうとあれですけど、うん、一種の社会問題にもなってるものじゃないですか。まあそうですね、はい、じゃないですか。ちょっと樹海のトップクラスでやばかったエピソードというか、まあだから自殺死体があるっていうのは、まあ、まあこれは本当本当ですね。けど、まあ、そんなに言うほどないですね。何回も行ってたら一体あるぐらいの感じではあるんですけど、ただ、まあ、あるはあるし、あとあの樹海のこの噂で、あのどこに自分がいるか分からなくなって迷うみたいな、はいはいはい、あるじゃないですか。あれはどうなんですか。まあ、今は GPS があるので。あ、そんなことはないですか。多分だから GPS とかがだけを持っていくと意外と故障しちゃったりするので、うん、まずやばいですか。あ、僕なんかそういうのを探索してるグループといったら樹海のど真ん中に置き去りになったことがあって、本当になんかみんなね探索してる人がねバラバラに動くんですよ。あの 確率増えるから。あー、なるほど。じゃあ手分けしようぜみたいな。そうそうそう、やばいですね。で知らずに行ってたし、僕まあそういう探索グループと行くから、うん、あんまり装備持ってってなかったんですよ。はい、ただ置いてかれちゃって、結構樹海ってそうそう迷わないんだけど、あ、そうなんですね。あの端っこの方で行くと出ちゃうんですよ。こうただスタートラインがど真ん中だから、あのこれはやばいぞと思って、でこう出ようと思って歩いてても、あので一応ね携帯電話はあったので、はい、携帯電話 あのコンパスモードで、はい、こっちの方角に進めばいいっていうのだけは分かってたから、はい、そっち進んでって、それで GPS 見てみたら、はい、全然こう進んでないですよ。ど真ん中ぐるぐる回ってて、まっすぐ行けてないと思うんですか。行けてないんで。あれなんか分かんないけど、はい、磁石効いてないってなって、はいはいはい、もうしょうがないので、もう夕方の4時ぐらいだったので、日が沈んできたってもう本当にやばいんだけど、5時ぐらいまで出ないとやばいんだけど、真っ暗になる、真っ暗になっちゃいますね、はい。まあ、方角的に自分の影を追いかけていけば出られる方角だったので、それで出られたっていう。あぶな。そう、じゃあ影見えなくなってたら未だに時間の中、未だに時間の中はないけど、あ、まあ、骨になってるかもしれないですけど、まあ、曇りだったりしたらちょっとやばかったですね。うわ、怖っ。 でもコンパスが効かなかったのは都市伝説的なことじゃなくて、はいはい、あのスマホにあのスマホカバーをつけてて、はい、スマホカバーに磁石がついてるやつをつけちゃってて、ずっと左が機体になってたから、ここで狂ってた。ここで狂ってて、ずっとあの鼻先にあの人参ぶら下げられたロバみたいにずっとこう機体をぐる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 回ってたっていう。いや、気づく途中で、あれなんか、いや、なんでこう、こっち来たかみたいにならないですか。でもならないです。樹海の中はそんな風には分かんないですね。あ、景色はやっぱ一緒。違い分かんないですね。そこはあります。あの本当に15メーター進んだら、もうどっちがどっちだかもう分かんないです、ね。あ、そうなんですね、うん。あ、それは本当なんですね。それは本当ですね。まあ、でも樹海ってこの普段ないようなものが置いてあったりとかやっぱするわけじゃないですか。まあ、まあ、基本的にはその自殺する人の遺品、まあ、不法投棄も昔はありましたけど、今はまああんまりないですね。あ、そうなんですね、うん。結構その自由に出入りはできるもんなんですか、樹海自体は。まあそうですね。まあ囲い全部囲っちゃうわけにもいかないんで、まあ、どっからでも入ろうと思えば入れるけど、まあ、基本的には風穴ってところと氷穴ってところが観光地になってて、はい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 、で ものすごい数の人が来てるので。ああ、じゃあ結構人もたくさんいるってことですか。もう外国人が今ものすごい多いですよ。ああ、なるほど。そうか。そう、スーサイドフォレストみたいな感じで、そう、本当に多いです。噂がもうそこまで外国まで回っちゃってるってことなんですか、ね。そう、中でこう瞑想してる外国人の人とかもいるし。あ、非現実的な空間ですね。なんか霊的なものとかっていうのはどうなんですか。僕が全然霊的なものをあんまり見ないのと、あんまり信じてないのもあって。あ、そうなんですね。全く信じてないですか、霊も。霊も、まあ、基本的には信じてないですね。だからそういう経験もあんまないですか。だからなんか見えても、あ、まあ多分気のせいかなって思ったり。いやいや、なんかがっつりはあんま見たことはないですけどね。その樹海はでもやっぱりね、その幽霊とかより人とバッティングするのがすげえ怖いみたいなのがあって。なんかすごいピクニックみたいなシートを敷いて、うん、その上にこう普通のおばちゃんが普通に座ってた時あって、あぐらで、うん、樹海のど真ん中に、うん、でテレビで言ってて、はいはいはい、あの大丈夫ですかっつっても、なんかおばちゃんこうやってて、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですかって、大丈夫って大声で言われてみんな、大丈夫じゃないですよ、その人。大丈夫ですって、まあ、本人が大丈夫って言うならもうどうしようもないですもんね。まあ、だから結構そうあった時、一回だけ警察呼んだことあったけど、編集さんが呼んだことあって、基本的に
あ、なんか後から分かるんですけど、遠くの方でごそごそ動いてる人がいて、見えないんで警察呼んできますって編集さんが言っちゃって、あの警察一緒に行ったら、なんか姉妹のおばあちゃん2人がそのまま自殺しようとしてて、本当にそうしてたんですか。そうで、まあでも積極的な自殺というか、あの首を吊るとか毒を飲むとかじゃなくて、あのじっとして死のうとしてたらしくて、あそこでもう餓死じゃないですけど、そうそうそう、でもそれ意外といるみたいで、そうなんですか。そう、そのじっとして死ぬってめちゃくちゃ大変じゃないと思うんですけど、大変と1週間以上かかりますよね多分。かかります。徐々にこう力抜けてきてっていう感じなんですかね。まあちっちゃいテント作ってて、うん、そのビニールシート でそれ見てみたらペットボトル2本と空の2人のおばあちゃんのお母さんの家だけがあって、わあ怖って。ちょっとただまあ警察来たので、まあ、あのなだめられてなだめられて連れて行かれましたけどね。だから未だにやっぱ多いでしょうね。あの看板とかも立てられてるぐらいですよね。あのあそうですね、考え直してくださいねみたいな感じで、はいはいはい。樹海の中で他に何を見たかって聞こうかなと思ったんですけど、あんまね、いいなんか喋れるようなものではないですよね。あだからね、まあ、基本的に自殺体なんですけど、はい、僕が見たわけじゃないんですけど、一、うん、回その2月なのに上半身裸で靴も履いておらず、うん、普通木を後ろにしてこうするじゃないですか、はいはいはい、なんか 木の側を向いてこう釣っていて、で体すげえ傷だらけで、すごいやんちゃな顔をした人が、もうエクストリームしたことが ありまして、まあ、僕は見てないんですけど、ただその写真を見せてもらって、完全になんかやられてますよね。でそれちょっと元科捜研の指令ができたの でちょっと見てもらおうと思って、はいはいはい、ちょっと見てもらったら、いやでもどんなエクストリームでも基本的に自殺ですよって言って見てもらって、はい、ああ他殺かなって言ってね。でしょうね。ただね、裸であるとかそういうことじゃなくって、そこじゃないですか。あのね、ズボンとか、あの、まあ、ダンス液とこう、はい、チャックのところがずれてるって言って、このチャックがこうずれてる、だからズボンがすごい変な履き方になってるって言って、だからこれはだから多分自分で履くとそんな風にならないし、なるほど、1、2歩歩くと元に戻る。そっか、じゃあそのそう殺された後に、殺された後に履かせてる。だから怖い怖い、だけなんで下も裸で、それはさすがに変だから多分履かせたんやないかな。全くためにならない雑学。あでもそういうポイントを見るんですね。そうそうですね、まあ、だから絶対ではないですけど、その人も現場に行ってないし、僕も現場見てないのでなんですけど、ただだからそういうのもあるし、僕はその1回だけ殺し屋のインタビューをさせられたことがあって、ちょっと待ってくれ、殺し屋のインタビュー、殺し屋に、まあ、殺し屋にインタビューしたことがあって、まあ自称殺し屋ですけど、まあそのヤクザの中で組織の中で人を殺す担当をしていて、まあ基本的にはそのビルの中で殺人をしてたんですけど、本当じゃん、それ自称というか、自称じゃないですよ。本当に捕まってる。あもっといっぱい殺してるんだけど、捕まってるのは1件だけって本人は言ってて、他の捕まってるのはどうか分かんないですけど、殺してるかどうか。くっしゃ、今指ないかと思いました。ありますよ。やめてください、それ。指ないと思っちゃいましたそれ。いやそれで、まあ、その人にインタビューしてくれって言われたんで、車の中でインタビューしたら、もうそれめちゃくちゃ怖かったですけど、ね、怖ー、なんで車の中とかでするんですか。そう、樹海でしてたから、樹海に向かっていく途中でインタビューするって。どこを強くしようとしてるんですか。どうやって企画成立するかなじゃないですね。そのめっちゃ距離近いし、なんかいやそうですよね。そういう話ばっか飛び出すわけです。でなんかどんなやつでも心折る方法教えてやろうかって言われて、はい、はい、手でも足でもいいから、ちょっと肉削ってそいつの目の前で食ってやるんだよ。うわもう何し、絶対心折れるから。怖くないですか。そのいや怖いけど、もうその状況で怖いって言ってもなんかどうも微妙な感じになって、うわやっぱりいるんですね実際。そうやっぱりやつ、やっぱり人はいましたし、今も刑務所入ってると思うんですけどね。その人にはなんか怖いものありますかって聞いたら、うん、幽霊が怖い、意外とそう霊が怖いって言って、ほう、まあ、殺した人の霊ですかって言ったら、いや俺の殺したやつなんて俺に殺されてるやつだから怖くない。あじゃあどんな霊ですかって言ったら、白くてモワモワとしたやつが出るんだよ。レベル1レベル1の幽霊が怖い。なんかそういうなんか自然みたいな霊が出て、
それが怖いって言ってて、そうでしょ。なんか見よ、はいって言って、だから心霊スポット行ってもここにはその白いモヤモヤってしたやつはいないみたいな、いないですか。霊感持ち殺しや。そうそうそう。変な人ですね。変な人ってやばい人ですね。まあだからまあちょこちょこインタビューしたけど、その人はもう結構最強レベルで怖かったですね。やっぱなんか普通の人との違いとかってやっぱあるんですか。ね、やっぱね、笑顔なんだけど、めっちゃこう攻撃的な笑顔っていうか、こうなんか目がちょっとっ違うんですか。そうそうそう、猿がキーキーって出るような笑顔みたいな。殺されますよ。猿とか次は殺されますよ。そうそうそう、いやだからすごいね、迫力はすごかったですよ。ちっちゃい人でしたけど、その、まあ、170ぐらいの人でしたけど、普通なんだけどなんかすっげえ怖かったですね、その人は。他にはどんな取材、だから行くだけじゃないじゃないですか、当事者の方に取材されることもあるわけじゃないですか。その中でこの人変わってたなみたいな、まあまあ今ね殺し屋出たんであるんですけど、単純に怖かったのはあの在日韓国人の闇金やってる兄弟は怖かったですけどね。何それ、アニメとかに出てきそうな。なんか何が怖いですか。編集さんが人殺したことありますとか冗談で言ったら、それ聞きますって言われてその編集やばいっすよ。それ聞きます。じゃああるんですかね。まあなんかあるって言いたいのか、まあ、あるかないかは分かんないですけどね。でなんか忘年会で自分の周りがみんなあのそういう人たちばっかりになっちゃったことがあって、でみんなはなんか穴があると安心するよねって話してて、穴があると安心するね、うん、穴やっぱないとねって言ってて、どういうことなんか言ったら、あの死体が発生してから穴を掘ると間に合わないのであらかじ かじめ重機で掘っておくらしいな、穴を絶対いつでも殺せるなって思ってるとすごい安心感があるねって話をあるある話でしてて、なんかなんとなく、うん、そうは心身しますよね。そんなやつら年を越すなよ。もう忘れようとしとんねん。いやなこと忘れましょうじゃないんですよ。実際そのラブさんって、まあ、裏社会とかもこう取材されてるわけじゃないですか。まあそうだよね、まあ、ヤクザとかに関してはそこまでじゃないですけどね、はい、うん、だからその中でも、まあ、僕らの想像する裏社会とかってこう一般の人が、はい、まあ、一番はやっぱ暴力団じゃないですか、はいはいはい、やっぱそれよりももっとディープなもの組織とかってあったりするんですか。例えばもうさっきの殺し屋とかって、まあ、暴力団内部でもまあやばい人認定なわけじゃないですか、その中でも。だからまあディープというかね、普段体というかは敵に回すと怖かったですね。僕のデビュー作もあの団体にやられて2冊絶版になってますから、会社の前でシュプレヒコールされて社長棒持って追っかけ回されてましたからね。まあ本のタイトルがホームレスの本で百科っていうタイトルだったから、怒っても仕方がないかっていう。いやそホームレスが怒りますよ。社長がつけたんですよ。あ、そうやれて。そうそうそう、なんでそれで普段体のことが起こったんですか。いやまあだからホームレスをあの人権をみたいな感じで怒ってきて、最終的に金も取ったりもしたみたいではあるけど、ただめっちゃ怒ってくるので、それであの1回西成で怒らせたことがあって、はい、ファンですみたいなメールが来たんですよ、 DM で、はいはいはい、で待ち合わせ場所が三角公園の真ん中やったから怪しいと思ったけど、この好奇心に負けて行ってしまったんですよ。で行ったらなんか急にこの人ホームレスの悪口書いて食ってる村田さんだよみたいなことを周りに宣言し始めたんですね。で周りがなんかざわざわってなってきて、もう僕は違いますよ違いますよ、違う違うっていうかあのみたいな、あの怒らせないような笑ってる人を殴りづらいの論理でって笑ってたんだけど、まあ言っても焚きつけ続けるからその結構怒ってくるわけでしょ。で遠くの方でカメラ回してる人がいて、それなんかあの西大でプロレス工業とかしてる人やったんだけど、今から村田ラムをリンチするからそれ動画で撮っといてって言われてたらしいんですよ。もう事前にですか。事前に。怖。で回してて、でまあ周りも結構焚きつけられてやばい空気になってきて、まあ西成ですからね、あやばいなと思っててどうやって逃げようと思ったら加藤時子がやってきまして、加藤時子、そう、おー、なんでそれがコンサートやる予定だったらしくて、次の西成で次の日、おうおうおう、前乗りしてマイクのチェックがしたいって言ってこうやってきて、うん、歌い出したんですよ。おうおう、みんなおときさーんってなって、おときさーんってなってるから俺もおときさーんって言ってなんかそのまま逃げました。危ねー。そう、あれは危なかったっすね。
ージャーその方いなかったらマジで危なかったですね。そうだからね、その後も西成いたらね、なんか楽しんでますかって後ろから声かけられたりとか怖い思いしたんで、逆に今はもう西成に家借りて月に1週間ぐらい住んでますけどね。あ、じゃあウェルカムになってるっていう。ウェルカムになってますけど、3つトイレあるんですけど3つとも壊れたんでドンキホーテ行かないとトイレできなかったですけどね、天井からおびただしい量の水が降ってきましたよね。天井横沢プロどころじゃないですよ。ドバババババババ天井から、天井から茶色い水がブババババって、うわきっつ、霊障やと。違います、下水の排水管を誰かが壊したんですよ、詰まらせたんでしょうね。全部畳に積み吸い込まれてっていうか、何でも流しちゃうみたいな言いますからね。なんかおしゃれみたいな感じになってましたよ。どこがすかクソインテリア、天井こう、あの水が流れる、いやいや流れる滝じゃないですよ。なんか六本木とかにあるやつね。そう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 、違いますよ、そんな。すごい、もう顔面かかりまくりましたからね。うわ下水でしょ、だってちゃんと下水だってもう茶色かったです。色に出る下水ね。いやいや、どんな経験ですかそれ。あの、ま、もうこれ霊障があって、その霊障じゃないですけどね、まあ、ネズミのところとかは当然聞こえるんですよ。おあ、じゃあそんなボロいところですもんね。ボロボロです、うん、もう築50年60年のところなんですけど、はい、もう壁のねゼロ距離のところから、はい、鳩の鳴き声が聞こえるんですよ。ロロロロここにいるけどここにはいないんですよね。応接間じゃんって、とかどこにいるの、このここにいる鳩はっていう。ここにここから音は聞こえてるんですか。そうと、ここにいる、ここにいる。でもどこかわかんない、クルクルクルって、それなんだ、その隙間に入っちゃってるんですかね。隙間にいるのかどこにいるのかわかんないですけど、いやなんかそれ松原谷さんだが借りてる事故物件でずっと鳩の声聞こえるから見てみたら、なんか封鎖されてる窓の隙間、このぐらいの隙間に鳩が挟まってて、こうハトってそういう特性があるんですかね。意外と挟まりがちじゃないですかね。変な人の窓に挟まるのかもしれないです。そういう自己物件的なところの窓に挟まる。そうそうそう、なんか隣の部屋がいつもドア開けっぱなしで、チラッて覗いてみたら、あの完全に出来上がった格好の女の人、今から出かけるぞっていう女の格好の人が6人寝てました。怖っ。意味が分かると怖い写真みたいな。そうそう、多分何かで呼ばれたら移動するんじゃないですか、ね、まあですね、待機してるってことですよね、多分。そう、待機してる。うわ、だからその不法滞在の外国人の方とか、うん、まあ、外国人の違法ビジネスとかっていうのも実際行われてるんですか、うん、まあ行われてるらしいですよ、バリバリ、うん、まだまだ全然そこって対応できてないですよね、まだ。ああ、する気もないんじゃないですかね。多分ないですよね、うん、あんまり、うん、まあ多少はあるかもだけど、だからあれだけその、まあ、今世界的に話題になってる大久保公園の立ちんぼとかあるじゃないですか、はいはいはい、うん、それもまだ現状残ってるじゃないですか。残って、まあそうですね、立ちんぼはむしろどっちかというとこう追いやられてましたね。あのもう他の地域からバンバンこう、あ、そうですね、いっぱい来てますよね。もともとやってた人が商売にならないからずれたりとかしてますけどね。一斉摘発とかもね、たまにはやってますけど全然増える一方ですよね、うん、どうなんですかね、ああいうのって実際減らそうと思ってると思います？なんかいや、警察の人はとりあえず自分が面倒くさいことにならないようにって常に一人一人が思ってるような気はしますけどね。確かに、実際、まあ、特にあと被害者がそんないないっていうのも、ね、あ、そう、売春とかに関してはそうですよね。うん、うん、だからそれでもし誰か人が死んだりしたら多分一斉な摘発とか完全封鎖みたいなのが行われたりするんですかね。そうだ、あとやっぱり警察は動かないときは全然動かないけど、うん、動き出すとグワーって動くから、とことんやりますよね。そう、だからやっぱり、うん、なるべく関わりたくないですね、警察官は。まあ、そっか、警察官は、まあ、特に西大の警察は荒いんで。あ、そうなんですか。あのホームレスのおっちゃんがあの税金泥棒税金泥棒とか、あのこう、うん、西大の警察の前でこう立ってる、うん、棒を持って立ってる人、はいはい、ますから、はい、まあ、これは警視庁とかだったらもう全然無視なんですけどね、はい、税金泥棒って言ったらもうつかつかつかつって腹コーンってついてる。よほど税金払っとんのかこれ。はい、やあら。僕最初行った時に頼もしいですけどね、警察官、あの西成警察とインタビューしたんですよ。できたんですね。だ最初はもう基本的警察ってインタビューさせてくれないんだけど、殺されといかんから話聞いたろうわみたいな、本当に言われて、話聞いて、なんかじっと同じ場所見るなって言われて、みんながじっと見て集まってきて暴動になるからって言われて、どんなとこ走るなって、みんなうわー走って暴動になるから
いやいや、羊だ、羊、羊が色。あと覚醒剤売ってるけど買わんようにいやいや止めよっていうね。あと赤痢と結核が流行ってるので、あの手洗いうがいは忘れないでしてください。第一次世界大戦後みたいな注意が。だから最初だから警察行ってちょっと安心しようかと思ったけど、もう本当にこんな格好してたんだけど、そんな格好してたら警察と間違えられんで。どこがいや警察がね、私服なんですよ。あのこういう格好してて。そうなんですね。そのホームレスに聞いたら、警察はバレバレやって言ってて、うん、警察は耳の後ろが綺麗やもんって言ってた。そこの違いだけなんだ。汚れ。まああのね、やっぱりね、刈り揃えてますね、警察官は。あ、まあ身だしなみは綺麗になっちゃうってことですよね。うん、あとイヤホンつけてるんで、あ、まあバレるっすね。まあバレるっていうかね、多分制服着てるとやっぱり敵対心もバレるんで。なるほどなるほど。なんか警戒されるっていうのがある、ね。そうで、僕が最初行ってた頃はもう警察官の警らも6人ぐらいで、一切1メーターも開けずに6人こうやって並んで、一番上の人が前の職員、警察の旗を持って6人で歩いてましたし、あの間に入られて刺されるからギュッギュッに詰めて歩いてて。あ、じゃあ本当に結構自社歩いて、その、まあ、危険な場所というか、まあ、今はどうなんですかね。昔ほどじゃないですね。だから昔はパトカーもそのサファリみたいなやつで全部網で囲われてて、乗ってる人はあの機動隊の格好してましたから、もうすごかったんだけど、今はそんなことないです、うん、今もうだいぶ落ち着いて、まあ昔に比べたら。そうですね。でもあんまりその、なんでしょう、観光でちょっと行ってみようかみたいな感じで女性とかと夜行ったりすると危険ってことですか。今はね、やっぱ女の人増えましたけどね。やっぱ飲み屋も安いし、バンド系の人が飲むしとか言うんで、あの飲んでたり遊んだりしているけど、だから知り合いが女の子が、はい、飲んでて、で西成で知り合った人でわーって飲んでて、トイレ行って戻ってきたら、あのお酒が真っ青になってたらしくて、おう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 、なんでこんな青くなってるのって言ったら、何も混ぜてへんでって言われたんで、もう下手すぎて下手下手、何俺が混ぜたって言うんか帰るそうそう、睡眠薬で入れると青くなっちゃう、青くなるって今言いますよね、うん、でもそれならないやつもあるから、危ないとこやったねっていう話で、やっぱ飲み物を残してトイレに行くのは危ないよって、まあ西田に限らないですけどね。まあまあそうですね、そうですね、うん、結構想像よりやばいとこなんですね。警察も警戒してるっていう、まあうんとこがちょっとびっくりしましたね。そんな西成ですけど、なんか他潜入された場所でやっぱ気になるなと思ったのが、はい、宗教団体、はいはいはい、はい、しかもオウムの皇族団体であるに潜入したと。はい、潜入しましたね、はい、ちょっとその時のお話ちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、もう編集から、はい、また編集やそろそろ行ってみますかって言われて潜入、まああんまり入り方も分かんなかったので、はい、まあ当時はホームページがあったので、はい、西荻窪の道場に行ってみて、はい、ピンポーンって押してみて、出てきた人に、あの、ちょっと入りたいんですけど、はい、って言ったら、まあ、ちょっとお話聞きましょうって中に入れて、悩みがあって、あ、そんなの修行したらすぐ治っちゃうからって言われて、いい、ね、うん、もうそれでちょっと修行してみるって言われて、うん、もうその日から修行させてくれることになっ て、うん、どういう内容なんですか、修行内容って。修行はね、最初はまだね、会員というかその信者になれないんですよ。あ、体験入学みたいな感じですか。そうそうそう、はい、で本を何十冊か読ん でビデオを何十本か見て、で、まあ、ちょっといろいろやってみたいな感じで、それでやっと上優さん、当時上優さんが代表だったんですけど、上優さんが認めてくれてって言われて、だからその多分ね、半年ぐらいかかるかなぐらいの量をなさなきゃいけないんですけど、僕はその雑誌が出ちゃうので、はい、最長3ヶ月ぐらいだったんで、はい、入れてもです。そう、2ヶ月半ぐらいでなんとか信者にならなきゃいけないから、うん、ほぼ毎日のように通って、こうでもう本当にみんなピョンピョン飛んだりしてるなんかこう本当にビデオを見て、もうビデオもね、まあ、立ち悪いっちゃ悪いのが NHK とかで霊をちょっと信じてるかもしれないみたいなパートがあったりするじゃないですか。なるほど、はいはいはい、NHK でも、でそこそういうとこだけつないで、あ、じゃあ結構無霊っていうのは実際に存在してるんですよみたいな、してるんですよみたいなビデオをこう NHK から作り上げて それを見せたりとか。古速だな。で、まあ、当時はね、朝原昌子のやつはまあほとんど消えてて、あ、やっぱそうなんですね。あ、アニメでアフレコで声が朝原昌子だったりとかはあったけど、基本的に上優さんのビデオとかもう何十本も見るんですけど、まあ、これがもうね、眠いっていう、もうしんどいなって。全然面白くないですか。まあ、まあ面白くないですね。で、まあ、夜すごい金品って言ったらその何十キロもある、あの白装束の人が全員あの西荻窪歩いてたら怖えなって話なんですけど。じゃあ結構運動能力必要ですね。あ、そうですね。だからやっぱりそういう宗教ですよ。みんなの土曜日日曜日とかの会合だと、うん、最初に五体投地ってこうやって体をベタって
はい、こういうお祈り捧げてベタっていうのを1時間やってからスタートですから、疲れますね。そう、スクワット1時間みたいなもんですからね、結構軍隊みたいな感じですよね。まあ自分のペースでやれるんであれですけど、で実際その2ヶ月ぐらいで信者に慣れたんですか？慣れましたね。すごい。そう、慣れてすぐ裏切るっていう。いや、それだから優秀なやつを疑いっていうのはそういうことですよね。あまり最初は多分みんなすごいこの人、もうみんなが半年かかるところを2ヶ月でやろうとしてる、熱心な人ねってなってたわけじゃないですか。そう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 。で信者になってどう違いました？いや、まあそんなには変わらないんですけど、実際にはただ会員証みたいなのもらったりとか、まあ、上司さんにこうシャクティパッドしてもらって、なんか入る技術、なんか金属の棒握って暗い部屋に入ってみたいな、そんなんなんかして、それぐらいのもんなんですけど、とか記念品みたいなのもらうんですけど、まあ、上司さんに聞いたら、上司さんにその後会って本人にどうでしたって聞いたら、ものすごいみんな疑心暗鬼になって、カルト化が進みましたねそのもう先日スタートでお会いしたんですか？そうそうそう。てってれーみたいなことですよね。お久しぶりです、僕です。ヨヨさんもその後パージされてるから。ああ、なるほどなるほどなるほど。その時に軟禁状態みたいな感じだったんですよ。まあ、そこまでひどく監禁はされてないけど、基本的に自由はちょっと束縛されてて、講座とかはやるけど、中でまあ上流派じゃない人も結構多かったので、まあ、そこで分裂してて、結局独立しちゃったので、はい、今となったら別に今の女優さんには恨みがないので、そうそういいんですけど、あの人がまさかみたいな、ただ潜入してた取材だったみたいになって、そうだからもっと洗脳してからじゃないと入れないみたいな、なるほどなるほどなるほど、ハードルが上がったらしいです、僕のせいで。別にそのなんか危険なことやってんなとか、何の科学実験やってんだろうとか、そういうのはなかったんですか？なかったっけ。だからやっぱりみんな個々修行するっていうのが多いし、でやっぱりものすごい公安に道場の周り取り囲まれてたので、監視はすごかったですね。監視すごかったですよ。多分個人名とかも多分把握してたはずだし、中にも入ってるという噂はありました。潜入してるっていう噂はありました。公安がもう入ってきてるみたいな。そうそう。ちなみになんですけど、これ何年前ぐらいの話なんですか？2000年入ってからですか？そうですね、20年は経ってないかなぐらいの。へえ。じゃあ2000年代ちょうど本当オウムが解体すれして、そうそうです、ですよね。で、まあ、いろいろ事件が起きた後のってことですもんね。もちろんです。事件が起きて9年とかだったかな。その時でもまだあったんですね、この皇族団体っていうのは。今未だに今あるとは言いますよね。今もありますね。なんか細々となんかやってるみたいな。 そこの道場自体はちょっと閉鎖になっちゃったんですけど、はい、それも今年とか去年とかですよ。あ、そうなんですか。そこの道場もずっとやってたし、だから未だに全然いるし、まあ、ああいういわゆるヨーガをしたりとか、なんか上座部仏教というのか、正常仏教というのか、はい、その自分で修行して自分が救われるみたいなのがやりたい人って結構、まあ、一定数いるんだと思うんですよね。はいはい、私は日本ってあんま宗教無宗教の人が多いというか。そうですね。でもやっぱり無宗教と言いつつ、だから日本の仏教とかだと、まあ、なんか大乗仏教はやっぱり、まあ、まあそうですね、阿弥陀様 になるけど、やっぱりもうちょっとこう修行したいとか、だから禅に近いようなことをしたいと思う人がやっぱり一定数いるんだよね。ほう。またちょっとこうオカルト系のがサブカルになる中で、なんか1000人ぐらいいたら1人は若干そっちにのめり込んでしまうみたいな人も、だから僕ちらほらいるなって思っちゃうんですよね。1000人どころじゃないんじゃないかなと思いますけどね。正直100人にしてるぐらいはいると思いますよ。そんなに多いんですか。であとやっぱりね、僕のところにそのちょっと潜入したいんですけどみたいなのが来るんですけど、やっぱり俺を説得してみればよみたいな気持ちで入ると説得されるからやめといた方がいいですよ。そうなんですか。半分説得されたい気持ちもある人も多くて。なるほど。だからちょっと疑ってる人ほど、確かにオウム真理教の幹部の人たちって高学歴とかでもともと霊とか一切信じてなかったというか、人が多かったって言いますもんね。そういう人の方がね、で相手は何回も何人にもやってますから、そっかこっちは初めてですから、だからそういうのも対策とかが、まあ、あらゆるそう勧誘して信用させるっていうエキスパートってことですよね。だからやっぱり自己啓発セミナーとかも入りましたけど、もう徹底的なんですよ。もうこっちの情報を全部握ってて、最初からそうで、僕は握られてなかったから、最初にお前スパイだろってみんなの前に言われて、確かに、でも言い訳するとバレちゃうと思ったから、泣いてみました。怒られた。そんなことないですって泣いてみて。じゃあみんなどうなるんですか。泣いたら、ああ悪い悪いみたいな、あのスパイではなかったみたいな。スパイだろ。ちょっと弱い子やったみたいな。なんか弱い子が紛れてしまった。ごめんなごめんな。
出るもんで涙もいざとなるとごめんねってごめんってね。そうでもそれでそんな風になっちゃったからその後も真剣にやらなくちゃならなくなっちゃって俯瞰できないので、でももう地獄屋セミナーもう僕は潜入だって気持ちは失ってないんだけど徹底的にやらされるんですよね。何を具体的にするんですか。例えば簡単なところだとハードラブソフトラブみたいなのがあって、まあ、ソフトラブっていうのはまあ褒める、はい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 、なんかすごい頑張ってますねとかなんだけど、はい、ハードラブは頑張ってないですねとか、あなた真剣さが足りませんみたいなことをこう言い合うみたいなの、厳しい愛みたいな延々やり合ったりとか、うわ、そういうのも窓も時計もないところで1日15時間とかやり続けるんですよ。で、まあ、やることはね単純なゲームなんですよね、はい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 、普通にゲームなんだけど椅子取りゲームみたいなのを、うん、まあ、マジでガチガチ本気でやるんですよ。へえ。誰かがミスったら思わず笑っちゃってちゃうってあるじゃないですか、はい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 、でそれを一番怒るんですよね。あなたたちはそんな人の失敗を笑うようなダメな人間にいつなったんですか、生まれた時からそうだったんですかったらバーンって明かりが消えて中島みゆきの5つの頃が流れるんですよ思い出してごらん5つの頃ってみんな泣きじゃくで2日目とかにみんな目ランランとしててはいはいみたいなのでやばいっすね。で潜入終わった後に僕他のライターさんに会ったらめちゃ大変でしたみたいな時におかしいことになってるおかしいことになってるよどうしたどうしたあ、じゃあ意外と人って簡単に壊れちゃうんですね。そうですそうですそうです。そういうところに入ると、はい、だからじゃあ本当自己啓発セミナーもある種こう宗教団体過激な宗教団体とあんま変わんないみたいな。変わらないっていうか、うん、自己啓発セミナーの方が強いですよ。あ、本当ですか。え、その人たちって最終的にはやっぱお金取ることが目的じゃないですか。まあそうですね。ですよね。そのセミナーの料金として取るわけですか。まあ50万円ぐらいだったかな。高いな、うん、でも一番安いところでした、他はもっと高かったですね。一つでも得たものってありましたか。ああでもやっぱりその瞬間はすごい自己肯定感が高まったりとか、声が大きくなったりとか人のために頑張ろうと思うけど、はい、まあ、大体2週間で消える。そうなんですね。そうこれは消えるんですけど、まあ、ただそれにハマる人はその経験がしたくてさらに行ったりとかするんですけど、なんかどっかのタイミングでプライドとか恥とかがなくなるじゃないですか、パーって、うん、でなんかお芝居の世界もある種そういうとこあるじゃないですか、一回恥ずかしいの捨てなさいとか、うん、だからなんかとあるレッスン場で僕見た光景なんですけど、一旦全員にゴリラのモノマネを1時間ぐらいさせるみたいな、うん、ゴリラとオラウータンとかの綺麗な女性がですよ、真剣にオラウータンのモノマネをするんですよね、うん、で1時間し終わった後お芝居をするんですけど、それをすることによって恥ずかしさとかっていうのが全部なくなるみたいな、邪念がもう、うん、ですごくいいお芝居ができるみたいな。でもなんかそれが大事なんですってその演者の方々も言ってたんですよ。ただちょっとそれに似てるかなと思うんですよね。あ、もう多分そっから来てるぐらいのもんですよ。なんか昔よくあったのは外で大きい声出させたりとか、はいはいはい、みんなの前で。ひどいのはね、その 目の見えないふりで一日過ごすとか、車椅子で一日過ごすとか、そういうことをやって、まあ、その価値観とかを壊したりとかするっていうのはね、うんうんうん、ありますよ。もうそれはよくあるんだけど、宗教に来る人ってもうちょっと宗教に勧誘されたがってるからちょろいんですよ、逆に言うと。あ、なるほど。もうちょっとこう信じたいな、興味があってきてる人が多いってことですね。そうなんですよ。もうほぼ落ちてる人が来て、うんうん、疑ってわざわざ来る人があんまいないので、うん、ただ自己啓発セミナーは会社に言われて来るとか、なるほど、あの先輩に言われていやいや来る人が多いので、はい、もうちょっと斜めに見てる人が多いし、ふんって鼻で笑ってる人が多いんですよ。そういう人をこう潰していかなきゃいけないので。なるほど。じゃあ一旦まずそのメンタルとか価値観をぶっ壊すみたいなところから始めるんですね。そうで、なんか若い人が多かったんだけど、20代30代ぐらい、一人まあ50代ぐらいの人がいて、なんかハスに笑うんですよね。なんかちょっと講師側に立つんですよ、はい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 、でなんかそうだぞお前やっぱりダメだぞみたいなことを言ってて、それを2日目ぐらいまで泳がして、ある時にじゃなくてそうだぞって講師行った時に、うん、あんたはなそうやって会社でもみんなに威張り散らかしてるから全員に嫌われてるんだよっつって、その会社でいかにどう嫌われてるか、もうすでにデータが出てて、でなんであんたここに来させられたか分かってんのかみたいな、会社で若い人たちにパワハラするからちょっと直さなきゃいけないって社長がわざわざここに来させたんだよ、それがなんだみたいなことをね、15分ぐらいガーンって言ってね、うわーっておじいちゃんが、おじいちゃんがもううわーって泣いてました。悲惨だなと思って。ただもうその後ね、もうね生まれ変わったみたいになってたから、だからやっぱり言わないことはっきり言うっていうので、ちょっとまあ自己啓発セミナーに関して言うと全肯定はしないけど、気づきみたいな部分はあったりとか生まれ変わったりする部分はあるのかなとは思います。だから騙してるっていうのはなんか正直ないかもしれないですね。だからそれが例えば1回
1万円ですよとか2万円ですよみたいな、本当整体みたいな、うん、整体と同じぐらいの価格だったら別に悪質じゃないのかもしれないですね。そう、ただね、悪質な自己啓発セミナーは宗教みたいにその後もお金取るんですよ。で、宗教になっていくとこも多いんですよ。まるで宗教になってるようなとこも多くて、ただまあ50万取ってそれだけ多分1週間ぐらいのプログラムやって、はいおしまいですって、それ以降取らなかったらまあ犯罪的ではないかなと思うんですね。自分で分かって払ってるんで。うん、確かに。それでなんかこう得られるものがあるのであれば、別にそこは付加価値というかね、うん、各々の価値観になってきますからね。でいいのかなと思いますけどね。確かに今の聞いてちょっと興味湧いた人も正直いると思うんですけど、でも大体が悪いとこですもんね。大体がそういうの。まあそうですね。まあお金取られちゃったり、うん、大変な家庭不安になったりすることは多いので、まあ気をつけた方がいいと思います。確かにな、人ってそういうなんか一回壊すものっていうのにこう依存しがちですから。だからサウナとかもね、近いものありますよね。 あえてあんな地獄みたいなところに入って体を冷やして自律神経ぐちゃぐちゃにしてみたいな、ボーっと何も考えられなくするじゃないですか、でもあれに中毒性があるじゃないですか。ああでもそうですね、言われてみたら近いかもしれないですね。あ、僕もありましたもんね。やっぱあの暴走族に潜入したことがあって嘘ですけど嘘もし暴走族に潜入してたらって話ですよね。作り話します。作り話で暴走族入るって、まあ、大体なんか入隊の儀式とかだけやるのかなと思ったら、あの普通にあのじゃあ今からバイクで街回るからって言われて、で一番運転うまいやつ行ったから村さん安心してって言ってバーンって来て、後ろに14歳の男の子が乗ってくださいって言っていきなりウィリーでワーンって進んで、ジャックナイフウィリーで。ちなみに何年前ぐらいに思いついた嘘ですか？40年ぐらい前から嘘基本的に対向車線走るわけでしょ。トラックと常にこうあの地禁断するんですよ。トラック止まったら横と越えて、で僕もうわーわーってずっと声出てて、あれ不思議なもんで、やっぱ母親の顔とか出てきますね。そうなんですね。優しくしておけばよかったみたいな。死を覚悟する。はあはあってで声出なくなって飛んじゃって、慣れましたかって言われて、慣れたわけじゃないでしょ。喉が飛んで声が出なくなっただけなんだけど、慣れたみたいですって、横から横にバーってバイクがついて鉄パイプ渡されて、あの入ってって受け取ったら、すれ違う車を脅してくださいって言われて。でちなみにこの後素朴やった号が評判が良かったらしくて、次の号もやるって言って、次の子全員逮捕されました。編集長からカメラマンから全員逮捕されて、危ないとこやでっていうね。まあ僕は嘘だからあれですけど、まあそうですよね、嘘ですもん。存在が嘘なんでアニメなんで。でも運がいいんですかね。なんかそういうので村田さん的にもう本当にこう身の危険を感じた、あのねやっぱり潜入とか場所、あのね。殺されないコツというのはないんだけど、殺される人はね、お金絡みが多いんですよ。あなるほど。だからそのね、相手のしのぎとかを邪魔すると殺されることが多くて、で僕の先輩のライターさんが殺されたんですけど、それがなんか一緒に最後に一緒に海外行ったん で帰ってきたら2週間後とかにあの東京湾からで浮かんできちゃって。何で笑ってですか？何を笑ってですか？東京湾から浮かんできちゃって、でなんか最後に会った人だから警察に呼び出されて、結構強めに詰められて、古畑任三郎でよくある僕犯人だと思ってるんですかって聞いたら、まあ大体あのいや形式上なものでって言うじゃないですか、疑ってるよって言われて疑われてるよ絶対的にね絶対的に。ちなみにそれがなんでだったんですか？それが結局ね、まあざっくり言うと300万円のお金の貸し借りで、ほう、あ、じゃああんまり取材とは関係なかったってことですか？取材とは関係なかったです。でもっとねやばい取材してた人だったので、そっちで殺されたんじゃないかって言われてたんだけど、実際のところは本当に300万ぐらいの金でっていう感じだったので、この金絡みは危ないなっていうのは思いましたから。嫌ですよね、殺されるのはね。ただお金だけはじゃあ結構村さん気をつけられてるってことですか？そうですね、まあだからあんまり僕あんまり人のことを暴いたりはしてないですね。うん、まあ、なるほどなるほど。楽しいが基本なんで見て。あ、確かに。だからなんかその、まあ、変なって言ったらあれですけど、こう正義感とかあると引き際ってあるじゃないですか。この辺でもうそろそろやめとこうかなみたいな、でもその正義感とかあると多分そこも超えちゃうんじゃないかなと僕思うんですよね。実際なんか後半のなんかこうすべきだみ
みたいなんて面白くないじゃないですか、ルポってなんか要は美味しいとこだけ僕食べたいんですよ。あ、なるほど、こういうことがありました、ありました、てんてんてん、僕が見たいが基本なので、あ、なんか世間にそれを公表してやるとかそういうわけじゃないと思って、なくしたいと思ってないんですよ、基本的に。なるほど、なるほど、うん、あまりにも犯罪的なものはそれは良くないけど、うん、基本的には変なものはあり続けてほしいなっていう、だからスラムとかに関してもこのスラムはなくすべきだとか、あり続けるべきだとか、なんかそういう強い運動よりは、見たいっていう、ただ見たい、そうそうそう、それが強いですね。あ、でも絶対的に存在しますもんね、どの時代も。なくなることはないかなって、なんとなく思いますよね。まあ、韓国にかなりでっかい、あの、九龍村って書いて、九龍村っていうところが、カンナムにあるんですけど、はい、本当に日本じゃ類を見ないレベルの、ずわーってこう、バラクが立ち並んでるんですけど、なんかやっぱりこう、めっちゃかっこいいとも思うし、あのすごい魅力的だなとも思うわけですよ、うん、そういうと怒られることもあるんですけど、なんか軍艦島とかすごいこう 3D スキャンとかで撮っとくじゃないですか、あ、撮っときゃいいのにって思うんですけどね、その、まあ、日本のウトロ地区とかでもそうなんですけど、はいはいはい、まあ、壊しちゃったらなくなるんで、香港の空論城とかも、はい、なんか安全に入れるなら行きたいじゃないですか。行きたいですね。そう、行きたいですけど、で多分 3D データとか取れる時代じゃなかったから、多分ほとんどデータないまま壊しちゃってるんで、あ、確かにそうか、そう思うともったいないなと思うから、確かに、なんかそういうの見たい、入りたいっていう気持ちが強いですね。でもなんかその今日村田さんの話聞いて確かになって思いました。僕はどちらかというとなんかこの心霊スポット行くのもただ行くだけじゃなくて、行っているかどうかを確かめたいっていう気持ちがあるから行ってるって勝手に思ってたんですけど、うん、そうじゃないんだろうなって。僕もあの軍艦島とか行ったんですよ、はいはいはい、で行った時その歴史とかこう聞いて動画とかでこう紹介して伝えるみたいなことあったんですけど、根底何があるのかなって考えた時にやっぱりただ自分が見たいが多分一番最初にあるんだなって思ったんですよ、うん、別に見たいで見てこんな感じでしたで終わっても全然いいんだなというか、うん、すごい思いましたね僕今。そうです、だからあの、ね、僕のホームレスの本とかも基本的には現状をそのまま書いてて、で読む人が読むと解決しなきゃいけないなと思うし、はいはいはい、あ、これはすごくホームレスに対して優しい書き方をしてるなと思うし、うーん、ホームレスに対してきつい書き方をしてるなと思って、なんか感想が結構バラバラで、結構その読む人の心が結構反映されやすいっていう。あ、なるほど。僕はあんまりこうすべきであるっていうのを書かないので、うん、あ、じゃあ結構そこは意識されてるんですか、そういう風にあんまりこう自分のこう画が入ってしまうというか。そうですね、まあ、僕が好きな書き方をしてるって感じですけどね。あ、だからやっぱそこがちょっとこの裏社会のことを書かせると右に出る者はいないって言われてるっていうぐらいのそんなことないです。いや、言われてます、言われてますそこなのかもしれないですね、うん、やっぱりその書き手の書いてる方の心情が出ちゃうとそれってもう小説であったりとかなんか、うんうん、あ、ライターさんで失敗しがちなのは自分のお気持ちを書きたい、うんうんうん、お気持ちが長いのが多くて、うんうん、まあ、なるべく減らした方がいいですね。へ、うん、お気持ち書くためにルポ書いてる人とか結構いて、なるほどなるほど、ずっとお気持ちだなってなると、はい、やっぱりそういうのはみんなあんまり読みたがらないんですよ。やっぱ基本的に美味しいとこだけ読ませるっていう、うんうん、本題までは早くなんか美味しいデータはいっぱいあってサクッと終わる、はい、それで言うと階段で今やっぱりこの人の方が一番怖いよねみたいな言われてる方で村上ロックさん、うんうん、いろんな方が村上ロックさんの階段が一番怖いって言うんですけど、確かにロックさんなんかただ起きたことを淡々と話すような印象なんですよね、うん、美味しいところだから、それくんそこめちゃくちゃ大事なのかもしれないですね。あ、なんかそういうやつがやっぱり面白いなって読まれてるものは結構多いかなと思うんですけど、ね、すごいためになりました。え、いつまでか村田ラムさんからそのちょっとためになることなんかないと思ってたんですけど、まああんまりないですいざとなったら泣け今日ためになったらいくつか笑う、あの、ね、笑う、あの、ね、笑ってる、あの、ね、笑うはそのえっって笑いじゃなくて、はい、あのなんかヘラヘラする、そう、あと殴らないでくださいって言うと殴られづらいあ、意外とね、確かに言わないですもんね、うん、皆さんごめんなさい殴らないでください、はい、僕あの寿町って横浜のドヤ街で囲まれちゃったことがあって、うん、何回囲まれてるんですか、なんで囲まれるんですか。おばさんにインタビューしたんですよ、ホームレス、はい、おばさんのホームレスが叫び出しちゃって、何もしてないんでしょ、はい、なんだなんだとか言ったら、ちょっと自警団がみたいなのやってる若手のホームレスみたいなのがいて、
30代40代ぐらいの子がうわーっと来て殴るって言われて宣言されたんですか、うん、宣言されて今からお前を殴る、うん、今から殴るからっつって、熱血教師じゃないですか、だからお前の殴らないでくださいっていう、うんうん、いや殴らないでください、だからおー殴ってみやったら絶対殴られてたから、あ確かに本当に殴らないでください、本当に殴らないでくださいもう勘弁してください、うん、もう怖い怖い痛いいや痛いの嫌だとか言ってると殴られないですよ、やっぱりなんかあれですよ、ラルダラマさんちょっと見た目もずるいかもしれないです、確かにラルダラマさんがなんか泣きながらちょっともう殴られてくださいよさ、これ誰も殴れないですもん多分、これやっぱりちっちゃいんで僕体が、いや、ちっちゃくはない、僕のマトリョーシカの2個上の丸山ゴンザレスさんとかだと思うでかいから丸山さん殴るってまあハードル高い、ね、確かに高いですね、似てるってよく言われるけど、うん、サイズ感全然違いますからね、あ僕2日前にゴンザレスさんとお会いしたんですよ、全然違います、最初の、ね、2回りぐらいですね、ちょうどそうそう、プラモでもザクのこう箱が違うみたいなやつ、そうですね、規格が全く違います、規格が違うよ、はい、やっぱりお手軽ゴンザレスさんじゃないですかちょっと僕のが買いやすい買いやすいやつですよ、確かにゴンザレスさんは結構海外を中心にね、そうそうそう、海外の危険地域とかに潜入されてますけど、うん、海外とかラムさん行かれる、海外はねもうほとんど韓国がもう韓国20回ぐらい行ってて、もうめちゃくちゃ行ってますね、あとはもう本当に台湾フィリピンとかにもう本当に数回ずつぐらいの感じなんで、全然アジアが結構多い、アジアが多くて、そうですね、韓国の犬肉文化を探ろうとか、はいはいはい、そういうのが多いですね、やっぱ日本と違ってなんかなんですか、治安的なものも危険度もちょっとこう高くなるのかな、いや全然ないですね韓国は、あそうですか、うん、スラム街とかもやっぱりおじいさんしかいなくて人がほとんどいないので、確かに安全ですか、うん、僕が危険な目に遭ったことはないですね、意外とかなり韓国の右翼地域とかに行ったこともあるんですけど、うん、別に全然言われないです、韓日のとこ行くの好きなんで、日本人がいても勉強熱心な日本人だねぐらいの感じで、別になんで日本人がこんなとこにいるんだとは言われないです、中国とかどうなんですか、中国はね犬肉祭りを取材したくて、はい、幽林っていう玉林って各地区に行ったことがありましたけど、何が一番怖かったって信号があんまなくてなるほど、両渡ろみたいな4車線4車線ぐらいの交差点がもうないんですよ、で交通量多いんで、うん、走ると死ぬって言われて、一個一個こう進んでいって、道路がいない間にここまで進んでマリオみたいな話ですか、そう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 それが一番怖くて、やっぱり慣れてないから一人で出た時にこう避けて行ってたら全然帰れなくなっちゃってどんどんこう違ったどっかで渡れるんだろうと思ったら、こんなん事故るだろうと思ったら事故ってんすよね、実際あちゃんと事故ってなんで信号だから、すごいこう都市計画とかしっかりしてそうなのに信号がなんでないんだっていうのがね、だから上海とかは結構もう栄えてるとかで、僕はあそこピンキリな場所が多いみたいな、なんか僕はその南部だったので、まあ、台湾ちょっと上ぐらいの場所だったので、どっちかというと共産党に対して反抗的だった人が多くて、あテクノロジー系はこう発達しないというか、というかね毛沢東の軍をボコボコにした地域なので北京とか上海に嫌われてるから、なかなかインフラを整備してもらえないってぼやいてました未だにその歴史の遺恨が残ってるんですね、そうそうそう、結構台湾と近かったりとか、でもう全然中国で一枚岩じゃなくて、だから犬肉やめろって言ってるんでしょ、あ北の人たちは、でも南はって感じですよ、全然、だから韓国とかビーガンとかが来たから犬肉ほとんどなくなってるんですよ今、ああそうか、でもうほとんど牧場もなくなっちゃったし市場もなくなっちゃったし、本当に犬肉食べるっていうのはもう相当縮小しちゃったんですけど、中国も未だに全員で食べてるし、はあだし、僕は取材で行ったらその前の年にビーガンが来てすごいこううわーってこう抗議活動みたいな、抗議活動をしたらしくて、それと勘違いされて包丁持って追っかけられましたからねお前いい加減にしないとお前叩き切るよみたいなこと言ってまた来たなみたいな、そして食べたかっただけです、違う意外となんかこの中国人から見たその、まあ、悪い中国人もねたくさんいるってやっぱ言うとしても、うん、やっぱ人口多い分日本とか世界それは同じで、ああ日本人も変な人いるじゃないですか、そうそうそう、だ僕も少数地区の人のところ喋ってて、はい、少数地区はどんな感じですかみたいな話聞いてね、やっぱりまあうちら4000万人しかいないからね、でもむちゃくちゃいる少数で4000万、だってお前十何億いるから、うん、まあ、十何億空分の4000万だから少数なんだけど、むちゃくちゃ多いなと思って韓国ぐらいいるんかいそうですね、そう、それがやっぱりね、やっぱり人数が多いっていうのはやっぱりすごいなと思ったし、
ちなみに国内で次その村田ラブさんがここちょっと行こうかなと思ってるとことか。今はなんかハマってるのが桃鉄って知ってます？桃太郎電鉄ゲーム、はいはい、あれのぶっ飛びカードで飛んだ場所に行こうと思って何やってで宇和島に行ってきましたこの間いやいやそのなんかあの女優とかがやってますよそれ女優さんが桃鉄で決まったところに行くみたいなそこのなんかディープな場所を探すみたいなことなんですか。そうですそうです。事故物件に行ったりとか、そう宇和島が大変でしたね。行くのも大変だしそんなに事故物件もないし確かにどうしようみたいになりますよね、うん、そうそう。だから意外と自分で決めるよりそういうなんか偶然で決まったら面白いから、まあダーツの旅みたいな感じで決められたりなとか思ったりもしたりしてます。まあ、青森行こうとか、はい、香港行こうとか台湾行こうとかはまああります。うん、そういったお話っていうのも渡辺さん YouTube の方でされてるんですか。あ、そうですね。ね、はい、あ、YouTube でもしてます。そうですよね。はい、うわ、これはちょっと気になりますね。で、それも企画として やられてるんですか。あ、やってますね。はい、面白い。ちょっとぜひ皆さん概要欄の方村田ラブさんチャンネル貼っておりますんで、そちらチェックしてください。あ、よろしくお願いします。そんな今村田ラブさんのヤバさがだいぶ伝わったと思うんですけど、そんな村田ラブさんでもここだけは触らないですっていうようなものってあったりするんですか。あのね、あ、関係は無理かな。ピーピーですかね。それは本当にちょっと厳しいというかできない。雑誌一発で終わったことあるし、僕じゃないですけどね。それはやっぱりちょっと触れられないかなってのはありますね。最後が一番怖かったかもしれない。めっちゃリアル。めちゃくちゃリアル。リアルな話ですね。いや、たくさんお話ししていただきましたね。はい、ありがとうございます。なかなかと、そのね、そういったこういった話ってどう頑張ってもテレビとかじゃ話せないやつばっかりですよね。そうですね、テレ東深夜がギリで、この間アベマに呼ばれて、うん、無理でしたって言われて、アベマがもう無理になったか。絶対無理ですね、それだったら。でもテレビ大阪さん、この間ね、ああ、なんか大阪のテレビはなんかコンプライアンスが甘くて、某樹海を某ジャニーズのタレントさん案内したことあるんで、大阪って何でもありなんだなって思ったことありますけど、ね、あ、番組でですか。番組で、だからそう、テレビ大阪さんが意外と OK みたいな感じ。そう、だから僕もちょっと大阪で頑張るということでございました。いや、ちょっともう満腹です。 ありがとうございます。満腹、本当になんかもう4年分ぐらいのなんか良くない話を聞いた気分になりました。いや、でも全部すごい面白いお話ばかりで、いや、本当ありがとうございました。今、お茶こそありがとうございました。というわけで、本日のゲストはですね、村田ラブさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ロング動画、この時間なんですけど、先日リスニーさんからこんな DM をいただいたんですよね。タカさん、こんばんは。こんばんは。付属池田小事件の動画を見ました。この事件、犯人が異例の速さで死刑執行されたそうですが、他にも日本で異例の速さで死刑が執行された死刑囚などいたら紹介してくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。これ結構以前にいただいた DM なんですけど、今日はですね、異例の速さで死刑が執行された死刑囚についてまとめてきました。いつもより長尺の動画となっております。こちら、なぜ早く執行されたのか、そして本編では死刑囚の名前、死刑までの期間、事件の概要、そして犯人の生い立ちや最後の言葉などが残されている死刑囚については紹介していきます。早速です。1人目、菊池忠、執行までの期間6ヶ月。はい、こちら菊池忠、1953年、栃木県の芳賀郡で発生した栃木雑貨商一家殺害事件の実行犯です。こちらかなり古い事件で、紹介するのは初めてだと思うんで、当時の時代背景というのもあって、こういった事件起きたのかなと思う部分もですね、お話ししていこうと思います。1953年3月17日、栃木県芳賀郡の雑貨店にて、そのお店を営む一家3人と当時18歳の使用人の女性が殺害されるという事件が発生します。部屋はかなり荒らされ、金品が盗まれた痕跡があり、遺体には抵抗した様子はなかったが、いずれも手足が縛られた状態で発見。かつ亭主の女性と使用人の女性からは異なる男性の体液が検出されました。そのため警察は複数犯による強姦強盗事件として捜査を開始します。それから村に住む4人の男性の取り調べが念入りに行われて、その結果、捜査開始からおよそ2ヶ月後に雑貨店から300メートルほどの場所に住んでいた犯人、菊池忠の逮捕に至ります。この逮捕の決め手となったのは、雑貨店から盗まれた腕時計を東京にいる菊
菊池の妹が所持していたことでした。逮捕後に判明した事件当日の詳細です。まずこの日、菊池はアリバイを作るために自宅に友人を招きます。そして夜の23時頃まで友人を自宅に引き止め、その数時間後に覆面姿で雑貨店に侵入。一から4人に向かい、金を出せと大声を出しますが、その直後声で正体がバレたのではないかと不安になったと言います。そしてこの4人の殺害を決行。この時、残忍な手口の犯行であれば普段から真面目で評判の自分には目が向かないだろうと、そう思った菊池は殺害後に使用人を仕官し家を後にしました。この犯行の動機は、菊池の母親が数年前に白内障を患っていて、その手術を受けさせるための治療費を何とかしようと思い強盗に押し入ったことが分かっています。さらにこの菊池、犯行の前日にとある女性と婚約してて、これもお金が必要になった理由の一つで犯行の動機につながったのではないかと言われたんですけど、ただ前日に結婚したのは供述の傾向から、婚約したばかりの男がこんな事件を起こすはずがないと、自分から疑いの目を背けるためにやったのではないかとも考えられています。ここについてははっきりと分かっていません。菊池は犯行を素直に認めたことで、事件からおよそ8ヶ月後に行われた裁判の第1審で死刑判決、続く1954年の第2審でも同様に死刑判決が出たんですが、これを上告。そして第2審が開かれた直後に、菊池は面会に来た兄から、お前のせいで母親がいじめられてるという手紙を受け取ります。これをきっかけに菊池は東京拘置所から脱獄しました。実は事前にですね、兄と妹に協力を仰いで金属を切るための小さなノコギリをこそっと受け取って、あらかじめ窓の鉄格子を少しずつ切っていました。今じゃ考えられないですよね。脱獄後、独房にはお詫びの申し上げようもありませんが、残日の命を許してくださいというメモが残されていたそうです。これを受けて警察は母親に会いに行ったと踏んで、菊池の実家周辺で捜索を開始。そして脱獄から11日後、実家の目の前で菊池は取り押さえられました。この時警察や報道陣が見守る中、菊池は母親に一目でいいから会わせてほしいと懇願しまして、よくドラマとかではあるんですけど、この時数分だけ異例の面会が許可されました。この時菊池はお母やんとだけ小さく口にしたと言います。その後警察は菊池の脱獄に協力したとして兄と妹も逮捕。一方、再び身柄を拘束された菊池、すぐに最高裁にかけられ、脱獄からおよそ1ヶ月後に死刑判決が言い渡されます。そして死刑が執行されたのが脱獄からおよそ半年後のことでした。執行まで数十年かかることもある中、異例のスピードで死刑は執行されました。ちなみに最後の言葉は、いろいろと迷惑をかけましたが、私が死ねば家族も明るい生活が送れるでしょう、だったということです。ただこの事件、殺害された亭主から複数の男性の体液が見つかって、犯人が複数にいる可能性があるという話をしたんですけど、ここは最後まで判明しておりません。ちょっと闇ですね。一説では複数人犯人はいるんじゃないかとも考えられています。次です。2人目、宅間守、執行までの期間1年。こちら半年前ぐらいにね、がっつり事件紹介したんで、今日は概要だけをお伝えするんですけど、宅間守、2001年大阪で発生した大阪教育大学附属池田小事件の実行犯です。事件発生は2001年6月8日、宅間は包丁片手に池田小学校に侵入、次々と児童を切りつけ、結果的に児童8名が死亡、児童13名と職員2名が怪我を負うという事件を起こします。宅間は犯行後、その場で校長や教員に取り押さえられ、現行犯逮捕されたんですが、最後の一人を差し置いた瞬間、握っていた包丁を自ら床に落とし、逮捕直後宅間は薬を10回分飲んだ、しんどいなどと話していて、精神障害を装っていたんですけど、結果宅間の血液からは薬の成分は検出されず、その後2度行われた精神鑑定の結果では、2回とも責任能力ありと認められます。後半が始まってもあくびや貧乏ゆすりをしたり、裁判官や被害者の遺族を睨みつけるような態度を取っていたことから、傍聴席から早く死ね、一人で死ねと、そういった怒号が飛び交うという事態が目立つようになりました。一方、自身も早く死刑になりたいという願望があったということが分かっており、2003年8月、大阪地裁で死刑判決が言い渡されると、その後弁護士を通じて死刑確定後の6ヶ月以内の死刑執行を訴え始めます。この時死刑が6ヶ月以内に執行されないと、精神的苦痛を理由に国家賠償請求訴訟及び法務大臣に対する特別公務員暴行陵虐致傷罪で告訴すると自分勝手な要求をします。ただ結果的に死�刑が執行されたのは2004年9月14日、これでもかなり早いんですけど、確定してから1年後のことでした。最後の言葉としては、ありがとうと僕が言っていたと妻に伝えてくださいということなんですけど、妻っていうのは5人目の死刑確定後に獄中結婚した支援者の女性でした。最後の最後まで被害者やその遺族に対する謝罪は一切ありませんでした。はい、とここまで異例のスピードで死刑が執行された死刑囚2人紹介したんですけど、途中で話したようにですね、死刑が確定してから執行されるまでの期間って何年も、場合によっては十数年かかる場合も少なくなくて、厳密に言うと2017年までの10年間では死刑確定から執行までの平均の期間およそ5年ということが分かっています。異例のスピードもいたんでね、ちょっと平均がブレてると思うんですけど、ただ実はですね、刑事訴訟法では死刑の執行というのは判決の確定後原則として6ヶ月以内に行うように定められてるんですよ。じゃあなぜ原則通りに執行されないのかと言いますと、さっき言った6ヶ月に定める法律の条文に正し書きがあって、ただし上訴権回復もしくは再審の請求、非常上告または御社の出願もしくは
申し出がされて、その手続きが終了するまでの期間および共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に参入しないと明記されています。一応6ヶ月以内に執行しない事例について、表向きでは法務大臣が十分に慎重に検討した上で執行の判断をしているという説明しかされてはいないんですけど、やはり一番大きな理由が、死刑囚には判決をやり直す再審を求める権利があるからだと言われています。これはね、表立って別に認められてるわけじゃないんですけど、法務省の中では再審請求中の死刑囚には執行しないというね、暗黙のルールがあるらしいんですよね。実際2017年に執行された死刑というのが、再審請求中の死刑囚が対象になったことはあったんですよ。ただこれも18年ぶりのことでした。ただここでやはり現在でも議論されるポイントとしては、死刑執行を引き延ばすだけで意味のない再審請求を繰り返しやってるんじゃないかと、再審請求中でも死刑は執行すべきだという意見もあるんですけど、やはり死刑が執行された後に再審が認められるという可能性も否定できないので、やはり再審請求中は死刑執行は避けるべきだという意見もあります。要は確定したんですけど、本人は最後まで罪を認めてない、冤罪の可能性が完全に否定できない事件は長引く傾向にあります。ただあとはオウム真理教の浅原祥子みたいな、社会的に影響があるかつ死刑が執行された途端ですね、世間で何か起きる可能性がある死刑囚とかいるじゃないですか。そういう人たちにはタイミングを見計らって慎重に進められるがゆえに執行が遅くなるということもあるのかなって個人的には思いますね。あとやっぱ短期間に何度も死刑を執行してたら、刑務官のメンタルっていうのもさすがに持たないですしね。ただこの執行までの期間が長すぎる、近年よく話題にも上がっているので、少しずつ変わってきてるとは思うんですけど、ぜひ皆さんのご意見もコメントでお待ちしております。本題に話を戻すと、今日紹介する死刑囚に関しては、本人が罪を認めている、そして再審請求も行わず、冤罪の可能性も極めて低かったという前提で聞いてください。では続きます。3人目、加賀山良治、執行までの期間1年4ヶ月。こちら2008年大阪市北区で発生した大阪連続強盗殺人事件、通称 DD ハウス殺人事件の実行犯です。こちら発生は2008年2月1日、大阪市北区にある商業施設 DD ハウスの共用トイレで、男性客がナイフで刺されて死亡しているところが発見されました。ここからおよそ1週間後、犯人の加賀山が警察に自ら出頭して逮捕に至るんですけど、実は加賀山以前にも殺人事件を起こしていたことが発覚して、この事件に関しては自供してなかったってことで、 DD ハウス事件の自首っていうのも無効になりました。ちょっとここからは事件の全貌が分かるよう、加賀山の簡単な経歴から見ていくんですけど、もともと加賀山40代の頃は北陸の運送会社に勤めていて、事件の8年前に安定した仕事を求め大阪市に流れ着きます。しかし大阪では定職に就くことができなくて、大阪城公園でホームレス生活をするようになりました。この頃から母親や元交際相手からの借金をパチンコで溶かすような生活をしていて、そんな時にホームレス仲間から強盗で金を手に入れようと誘いを受けます。それからその男と共にターゲットを求め、ナイフを持って自転車で街を徘徊するようになります。そして2000年7月、最初の事件を引き起こします。大阪市中央区で自転車で走行中の当時24歳の中国人留学生の女性をナイフで刺して死亡させます。現金6000円や財布が入ったバッグを奪って逃走しました。ただこの時近くにいた目撃者の証言で、犯人は50代前後の男性ということだけ分かったんですけど、加賀山の逮捕には至りませんでした。一方加賀山、事件後はしばらく大阪から離れて暮らすんですけど、やがて所持金が底をつくと、2003年から再び大阪の西成地区でホームレス生活をするように。その後はですね、ハローワーク経由で大阪市のリサイクル会社で働くんですが、上司との人間関係が原因でおよそ3年後に退職。そこからも知人に借金をしながらなんとか生活を送りますが、とうとう生活に困窮した加賀山は再び強盗を企てることになります。そこで起こしたのが2008年の DD ハウス事件でした。この時殺害されたのは男性客で、加賀山がトイレで犯行道具を点検中だったところを鉢合わせたと見られていて、トイレに入った40秒後に殺害されたことが分かっています。そこから1週間後の2月8日、加賀山が自首して逮捕に至るんですが、警察が余罪を調べていたら、中国人留学生殺害事件の現場に残されていた DNA が加賀山のものと一致して再逮捕します。結果自首は無効となって、2人を殺害した罪により2012年の7月死刑が確定しました。この死刑が執行されたのはその1年5ヶ月後の2013年12月12日のことでした。ちなみに最後の言葉ってのは分かってないんですけど、2010年死刑廃止団体が実施した死刑囚表現展に短歌を応募していたことが分かっています。現世では高校できぬ身となりて、闇たる母に詫びるすべなし、還暦を祝ってくれる人もなく、孤独な我に頼り舞い込むとね、こういった歌を残してるんですけど、うん、歌ってる場合かとは思いますけどね。次です。4人目、川崎正則、執行までの期間1年11ヶ月。川崎正則、2007年11月に香川県坂出市で発生した坂出親族3人殺害事件の実行犯です。ちょっとこの事件ややこしいので順を追って説明するんですけど、まず2007年11月16日の朝、香川県坂出市に住む当時43歳の男性、山下清さんの5歳と3歳の2人の娘さんが、母方の祖母の三浦恵子さん宅に泊まりに行って、
その3人が自宅から忽然と姿を消すという事件が発生しました。時系列としては午前7時50分頃、三浦恵子さんの実の娘である山下さんの奥さんが恵子さんの自宅を訪ねたら3人の姿はなくて、その代わり寝室のカーペットが不自然に L 字型に切り取られていて、室内には大量の血痕が残っていました。そしてこの山下さん夫婦が警察署に出向いたのがそのおよそ1時間後の午前9時のことだったんですね。2人が警察署に駆けつけるまでのこの1時間という時間が、当時テレビなんかでこの間2人は何をしていたんだっていう物議を醸しまして、事件発覚の3日後、11月19日に放送された情報番組朝ズバでは、司会のミノモンタさんがこの件に関して、普通だったらそのまま電話しないかね、不思議だねと発言して、この時元女優の星野夏子さんも自身のブログで山下さんの実名を挙げて犯人と名指しする書き込みを行ったんですよね。当時メディアがこの山下さん夫婦がまるで犯人であるかのような結構ひどい報道を行ったんですよ。加熱したメディアスクラムのような状態にまでなった取材構成を受けて、香川県記者クラブは総会を開いて節度ある取材を確認するという事態まで起きました。ちなみにこの件でモンタミノさん公式に謝罪、星野さんが1年間の活動休止を受けてます。ただその後11月27日行方不明になった祖母の三浦さんの実の妹の夫にあたる当時61歳の川崎正則という男が3人を殺害して山中に遺体を捨てたと警察に自ら名乗り出ました。この供述によって行方不明となっていた3人の遺体は発見されて、川崎は死体遺棄容疑で逮捕されました。その後分かった犯行動機なんですが、殺害された三浦さんと15年にわたる金銭トラブルが関係していたことが分かりました。実は川崎の元奥さん、三浦さんの妹にあたる女性なんですけど、三浦さんの借金を肩代わりしていたんですね。その借金で川崎の元奥さんが長年苦しめられていたって過去があって、最終的にこの事件が起きた年の4月に肺がんで亡くなったばっかりだったんですよ。で、もともとあった恨みに加えて、本来は自分の妻が半分相続するはずだった実家の財産が全て三浦さんの手に渡ることに嫌気がさして殺害を実行したんですね。ただ山下さん2人の娘に関しては足元に寄ってきて邪魔だったので刺したと供述を残しています。その時裁判が始まると、被告の弁護側、知的能力が15歳程度と低く、少年法の観点から死刑回避を主張しました。しかし裁判ではあらかじめ殺人を企て死体遺棄のための穴まで掘っていたという点で最終的に責任能力は認められました。2012年の死刑確定から1年11ヶ月の2014年6月26日川崎の死刑が執行されました。はい、とここまで死刑囚4人紹介したんですけど、またちょっと休憩タイムというかね、死刑執行の当日のお話をしようかなと思うんですけど、まず死刑が確定した死刑囚っていうのは拘置所内の死刑囚房というところに収監されるんですけど、本人はいつ自分が死刑執行されるのかっていうのは当日まで分かりません。これは有名な話ですね。これは死刑囚の精神的ダメージを考慮して自死などを企てないよう当日まで伝えないようにしてると言われてるんですけど、当日になるとまず出房といって部屋から出るんですけど、これが平日の午前9時頃だと言われています。そしてまず通されるのが教会室という部屋で、遺書を書いたりとか所持品の処分方法について決めたり、あとは教会室といって受刑側のいわゆる道徳の先生みたいな方がいるんですけど、この先生と話す時間も設けられます。次に通されるのが前室という部屋で、実際に死刑が執行される執行室とカーテンで区切られている控えの間みたいな部屋なんですけど、ここで死刑囚は拘置所所長により正式に死刑執行の旨を伝えられます。そして目隠しと手錠がかけられ、カーテンが開き、最後は執行室に通され執行されるんですけど、ちょうど最近ですね、この死刑制度のあり方を問う注目されていた裁判があったんですけど、あの死刑執行が当日に言われるこのことに関して直前に伝えるのが憲法違反だっつって、死刑囚2人が大阪地方裁判所に訴えるっていう裁判が今年4月に結審したんですけど、この訴えの詳細っていうのが、弁護士の接見とか執行の不服を申し立てることができない、適正な手続きを保障した憲法に違反するという主張で、国に慰謝料とか当日の告知による執行を受ける義務がないことの確認を求めたんですけど、これに対して大阪地方裁判所、原告の死刑囚は当日告知を前提とした死刑執行を受け入れなければならない立場であり、訴えは確定した死刑判決を実質的に無意味にすることを求めるもので認められないと訴えを退けました。この判決にですね、法務省矯正局、国の主張が受け入れられたものと認識しているとコメント出しています。そりゃそうだろうと言いたくなりますね。では次です。5人目、山地幸男、執行までの期間2年1ヶ月。この男、2005年大阪で発生した大阪姉妹殺人事件の実行犯です。この発生は2005年11月17日の未明、大阪市浪速区のマンションにて火災が発生、消防がマンション4階にあった火元の部屋に駆けつけると、当時それぞれ27歳と19歳の姉妹が刃物で刺され死亡している姿で発見されました。この逮捕時、山地は姉妹の部屋の貯金箱から奪った500円玉40枚ほどを所持していて、声をかけてきた警察官に対し完全黙秘しますとだけ答えています。逮捕された当初、山地はマンションへの侵入については認めたんですけど、その他の殺人や放火については一切否認しました。ただ逮捕からおよそ10日後の12月18日ようやく殺人も認めまして、この時話した動機っていうのが人を殺すのが楽しかったというもの。その後も報道陣のカメラに向かい、まるで嘲笑うかのように不敵な笑みを浮かべたりもしていました。実はこの逮捕された山地幸男という男、過去にも殺人を犯して
していました。それが2000年7月、山路が16歳だった時、山口県山口市で当時50歳の実の母親を金属バットで殴って殺害しています。この罪で山路は中等少年院送致の保護処分を受けました。この時実の母親を殺害した動機なんですが、山路が小学5年生だった時、肝臓の疾患持ちだった父親が自宅で血を吐いて搬送先の病院で亡くなったんですけど、本人曰くですね、父親が亡くなるちょっと前に血を吐いていたことを母親に相談したところ、放っておきなさいと言われて、結果的に父親亡くなってしまったんですね。このことから父親の死は母親のせいだと恨みを募らせて殺害を決行したんですね。で、大阪の事件に話を戻すと、逮捕後山路が昔母親を殺した時のことが楽しくて忘れられなかった、それでもう一度人を殺してみようと思い2人殺しました、殺す相手はこの2人でなくても誰でもよかったと、そういった内容の供述を残していて、犯罪歴史に名を残す快楽殺人犯とまで呼ばれるようになったんですけど、逮捕後ですね、精神科医との面会の中でアスペルガー症候群である可能性が高いという診断下されて、このアスペルガー症候群ですね、現在では自閉スペクトラム障害と呼ばれている発達障害の一種で、特徴としては人の心情を直感的に理解して共感したりとか、人の気持ちを想像することが苦手な病気なんですけど、ある特定の事柄に異常な関心を示すといった特徴もあります。この発生源についてははっきりとは分かっていないんですけど、遺伝子的な要因も関係していると考えられています。この疑いが強いということも山路判明したんですけど、ただ逮捕時から一貫して死刑でいいですと本人主張していたということもあって、裁判でこのアスペルガー症候群が論点に上がったという情報は特にありませんでした。最終的に山路は2009年7月28日、死刑確定からおよそ2年1ヶ月後に死刑は執行されています。最後です、6つ目、ドラム缶女性小殺事件の犯人2名、執行までの期間2年7ヶ月。はい、こちら発生は2000年4月4日未明、愛知県名古屋市の路上で、当時それぞれ65歳と59歳の女性2人が連れ去られて、その後ドラム缶に押し込まれ生きたまま焼き殺されるという事件が発生しました。犯人は運送会社の元同僚の男6人組のグループ、主犯格が当時33歳の野村哲也と当時38歳の川村幸成という男、他の4人については2人に脅されるような形で犯行に加わったといいます。この事件も結構奥が深いんで順を追って説明するんですけど、まず1999年の12月頃、犯行グループのリーダー格であった野村の元にとある仕事の依頼が舞い込んできます。それがとある喫茶店を経営している男から借金を取り立ててほしいという内容。この喫茶店経営者というのが殺害された女性のうち1人の夫にあたる当時56歳の深谷という男性でした。この取り立ての仕事っていうのが元をたどっていくと野村の父親から入ってきた仕事で、その野村の父親っていうのは暴力団関係者でした。そして犯行グループはターゲットである深谷さんの身辺調査を行って、名古屋市内の自宅で奥さんの妹と3人で暮らしていることを突き止めます。で、早速深谷さんの自宅を訪ねて240万を支払うように詰め寄るんですが、深谷さんは返済する様子を見せませんでした。やっぱそこで深谷さんが所持していたクラウンマジェスタという車を盗んで借金の返済に当てようと計画します。で、2000年3月、犯行グループのうち野村と川村に命令された4人で深谷さんの住宅付近で待ち伏せし襲撃しますが、この時犯人は4人とも寝落ちして計画は未遂に終わります。するとこの時ですね、暴力団の野村の父親は激怒しまして、このままでは自分たちが危ないと考えた6人、再び車を強奪する計画を企てます。そして2000年4月4日未明、前回と同じように深谷さんの自宅で待ち伏せ、深谷さんと奥さん、そして奥さんの妹が自宅へ帰ってきたところを角材などを殴って襲撃します。この時ターゲットであった深谷さん、怪我を負いながらもなんとか逃走することに成功します。ここで残った奥さんとその妹2人を拉致したんですね。手足をガムテープで縛り、事前に殺害場所として予定していた愛知県の山中へと車を走らせます。犯人らは途中なんか道に迷ってその場所にはたどり着けなかったんですけど、道中の山中の空き地に車を止めます。そして事前に用意していた2つのドラム缶に拘束された2人をそのまま押し込み、上からガソリンをかけて蓋をし火をつけました。この時犯行現場にいたのは犯人グループ6人のうち4人だけで、っていうのも逃げ切った深谷さんが警察に通報して犯人のうち2人は緊急逮捕されていました。これをその後知った野村と川村は、この事件はお前らがやったことにしろと言って残った仲間のうち1人を出頭させました。その後ですね、しばらく本当に指示通り身代わりになって警察に野村と川村の名前出なかったんですけど、ただ警察はついに女性2名の殺害に関しこの2人が関与しているという供述を取ることができました。そして2人はようやく逮捕されたんですけど、野村は2006年6月、川村は2003年3月に死刑が確定。野村に関しては一度再審請求しましたが、その後自ら取り下げました。結果野村の死刑確定から2年7ヶ月後の2009年1月29日全く同じ日にこの2人の死刑は執行されました。残りの4人については、殺害現場にいた2人は無期懲役、殺害前に逮捕されていた2人には懲役12年の判決が言い渡されています。ちなみに川村が死刑前に残した言葉、人に何と言われてももう少し生きたいのです、この言葉が有名です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は異例のスピードで死刑執行が行われた死刑囚何名か紹介しました。やはり傾向から社会的に大きな影響を与え、かつ犯人が全く反省していない、犯人は確定している、自ら出頭した場合などに早く執行される傾向にあるんじゃないかなと感じましたね。というわけで今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。
全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。タック TV の実写チャンネルだけでどうぞよろしくお願いします。さあ本日はホラー会というわけで、このホラー会にぴったりのアシスタントの方に来ていただきました。この方です。どうも皆さん、死刑囚です。死刑囚です。違う死刑囚です。アシスタントのガンジー大塚です。懲役125年。よろしくお願いします。インドとかでね。そう、ありがとう。インドとかでいろいろ重なって重なって懲役100年、死んでからも懲役みたいな方でございます。はい、よろしくお願いします。今日はそんなお忙しい中来ていただきありがとうございます。いやいや、とんでもないですよ、本当にいつでも来ますから、今日はそんな、心霊スポット、はい、うん、今回ですね、皆さんが心霊スポットで体験した、実体験だったりとか、心霊スポット、皆さんの周りにある心霊スポットの紹介をちょっとしてもらって。あー、いいですね、はい、これちょっと新しいホラー界ですね、はい、これ新しい試みやったことない。だ、多分心霊スポットに関してはガンジさんの方が詳しいんじゃないかなと思うわけですよ。いや、場所を覚えるのが結構苦手で、あ、そう、はい、多分僕47都道府県の場所とか全然覚えてないんですよ、はい、あ、意外とだねそれ。何々しようマジですか、とか、なんか本当に僕なんか興味ないことへの記憶力が皆無、本当にひどくて、だからこれ絶対覚えておこうってことを覚えてるんですけどそれ以外のこと一つも覚えてなくてなんか県名場所とかが苦手なんですよ、うん、はいはい、じゃあもう今日はもうそのちょっと訓練というか、そうですね、だからあ、ここ何県だってすぐ分かるよ、うん、なるほど。青森はちなみにどの辺にあると思います。青森あるベトナムの下ですよ本当だった、まあ、それぐらいわかりますよ、はい、あの東北の方の、そうそう、はい、一番端っていうね、東北の一番端上なんですよね。北海道青森ですか。んそう、北海道青森、うん、岩手秋田、秋田、あ、覚えてる覚えてるそこも全然そんな心霊スポット、心霊スポットね、はい、よろしくお願いします。平さんでございます、はい、ありがとうございます。神奈川にある観音崎公園ですね、うん、もう10年ほど前免許を取り立てということもあり、はい、新スポ巡りで観音祭に注目が立ち合ったらすみません、観音祭だ、観音祭かな、はい、という場所に行きました、はい、そこでは女性や少年の幽霊が目撃されることで有名で、うん、若気の至りで向かうことに、しかし1時間ほど回ったのですが特に何も起きず、最後に公園内にある慰霊碑に向かい写真を撮ること、うん、その慰霊碑は第二次世界大戦で亡くなった船員の魂を慰めるために建てられたものらしく、ふざけ半分で写真を撮りました。何枚か写真を撮ったのですが、見返すと全ての写真に真っ白な応募が画面いっぱいになりました。さすがに怖くなりすぐに引き返し車に戻ることに、急いで車に戻っていたのですが、メンバーの一人がトイレに行きたいというのでそいつ以外車に戻ることに、何分かたちなかなか戻ってこないなと思い、しぶしぶトイレに向かうことにしました。するとトイレの前でボーンと突っ立っている友達がいました。怖い。声をかけても反応がないので無理やり車に連れていくことに、うん、何をしていたのか尋ねても覚えてない、わからないと答えるのみでその友達は震えていました。後に調べて分かったのですが、そのトイレでは女性が自ら命を絶ったとされているそうで、その例がよく出没するそうです。あと少し迎えに行くのが遅かったらその友達はどうなっていたのでしょうか、うん、PS、 その公園の近くには3分間トンネルという場所があり、うん、今は封鎖されていけなくなっています。タクさん、うん、許可取って行ってみてください。トンネルの中に牢屋があるらしく、舐め回すと呪われるそうです病気なり舐め回さないよ ね、 ね、何そのいわく放置された牢屋を舐め回したらどこでも呪われそうだけどね観音崎、観音崎ね、うん、というところで、こんなとこある。ちょっとね、初めて聞きますけどね、観音崎公園っていうのはね、まあ、結構神奈川って横浜多いっすよね。多いな横浜は。確かに公園系でもあるな、横浜は。あ、はい、多いですか。公園ってね、もともとなんかそのお墓だった場所をとか公共のものにしたりとか、そう、昔は小学校とかそうでしたよね、うんうんうん、お墓があるところに建てられたりとか、はい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 、土地が安いからっていう理由でね。そういう理由なんだ。あ、そうです、土地が安いんですよ、もともとお墓とか、はい、聞いた話によると、例えば殺人事件とか、はい、まあ、負のなんか過去があったところは、はい、なんかテーマパークみたいなのを作っちゃうみたいなのを聞いたことあるんだよ。だその多分国営とか県が運営してる、うん、その公共施設になりがちなんですよ。ほうほうほう、はい、だから学校と同じだと思うんですよ。その大きなとこになる、はいはいはい、大きな施設になるみたいな。そっか、はい、あ、でもそうだな。だ特に昔はその
土地の調査みたいなのせずに、はいはいはい、今ってこの一回土地を掘って一個でも骨とか出てこういうものが検査中止とかやっぱあるわけです、はいはい、昔はそういうのも結構ずさんだったみたいな、はいはいはい、ずさん建設みたいなのが結構あったから、はい、築何十年建物の下には実際何があるかわからないみたいな、うんうん、いやいっぱいあるよそんなのな、あるでしょうね。お、写真付きですねこれ。お、わやばそう。あ、わ出た、福岡県の十三物だ。来た、十三物、十三物でしたよね。うん、行きました、行った、井の泣き越えたところら辺にあるところですよ、ね、そう、行った行った、これ行ったよ、怖かった、で近所なんですよ。近所なの、はい、マジか。仏像を倒したら遊び回した後、漏れなく全員交通事故、他の県で全員逮捕、一人は自殺しました、二度と行きません、怖すぎる。いや違う違う、間に関しては君らが悪いから、ね、そうだな、はい、これはもう、もうこれやばいよ、これ他の県やからだからな、これ全員逮捕、ああ、しかも名前ちょっと読み忘れましたけど、ああ、チキンタツタになりたいって。なんだその夢は、目標は。すごいね、チキンだしな、鶏のステーキ、そうそうそう、ここに行ったのもね、もちろんあるでしょうけどね、いやここ結構やばいんですよね、これはちょっと不気味すぎたよ。そう、ここ旧犬鳴きトンネルよくやばいって言われてますから、福岡では。そうなんだ、言われてます、ここが一番やばいって言われてます、はい、とんでもないとこ行ってた。今はどうなんでしょうね、今入らないのかな、今は。入れた入れた、入れますね、俺、うん、半年前ぐらいに行ってるから、今も入られるんだ。じゃあ、あ、いやいや、これは良かった、多分犬鳴出てくるでしょうけどね、ここから、うんうん、次行きましょう。純平さん、純平さんありがとうございます。はい、8年前朝倉精神病院に行きました。すごい、ここもう患者を殺害して医療費のかさ増しとか、あ、朝倉病院、ああ、はい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 、うん、大学を卒業する直前の2月で就活も終わっていたので、最後の思い出にと地元さん友達3人で深夜のドライブ型に行きました、うん、噂通り到着すると高い塀があり、うん、周囲は住宅が立ち並ぶような立地で、侵入は諦め道路を歩いて建物を眺めるだけにしました、うん、何事もなく帰った1週間後、その時一緒にいた友達の家から急に電話が来ました、うん、今何してる、隠し事はしないでほしい、死ぬかもしれない、え、いつも落ち着いた家なのにこの時かなり怯えた様子でした。一体何があったのか聞くも要領得ず、一瞬電話が無言になり、少しガサガサと音がした後、電話の相手が変わりました。 A の母親でした。まるまる君ごめんね、 A ったら何日か前からずっとこんな感じでおかしくなっちゃったの、今は休ますとから心配しないでと伝えて電話が切られました。どうやらもう一人の友達 B にも同じように電話をしていたようで、 B も訳がわからないと言った様子でした。その後 A が職場の研修に参加していないという話を聞き、僕も引っ越したためその後 A に会うことなく今に至ります。心霊というのは心霊スポットに行ったという思いが A をおかしくさせてしまったのではないかと思います。心霊スポットには遊び半分で行かない方がいいです。何この、行って入ってないんでしょ。まあそうですよね。どういうこと、何この A のメンタルの弱さから来てんのこれ、何これ、どういうことなんですかね。だからちょっとこう時期的に被ってたからちょっとリンクしちゃったのかなとは、あ、まあね、こう繋げちゃったっていうか、はいはい、精神的におかしくなったっていうのが、ね、っていうのがまあ繋がっちゃうよ ね、 そうですね。いや、ここ多分今までの精神病院というか精神病院の中でトップクラスのやばかったところですからね、これ。なんかいろいろ問題にはなったよね、はい、患者を縛りつけたりとか、ね、必要のない医療施設殺したりとかしててみたいな、もう更地にはなってるんだよね、ここもう確かなくなってると思いますよ、ね、うん、はい、うわー、怖いです、ね、怖いなー、怖えなこれ。今もね、もしかしてこういうとこあるかもしれないですからね、やっぱ、あ、表沙汰になってないだけでね。そうですね、うん、でなんかね、ちょっとリアルな感じで聞いて生々しいなって思ったのが、はい、よく心神喪失とかで、はい、本来であれば無期懲役とか死刑囚が、うん、心神喪失の状態でしたっつって、はいはい、刑務所に入らないことあるじゃないですか。あ、はいはい、ありますな。ただどうなるのかって、その後追った記事があって、はい、うん、どうなると思います、その人たち。その悪いことしたんだけど、それがもう、そう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 、その後懲役を受けないってなった後、まあ頭ぶっ壊れちゃうんじゃないかな。なんだこれは、古文の問題ぐらい、ね、僕の説明不足でした、すみません。 そうですね、その人がどうなるの。まあ頭ぶっ壊れるでしょうね、まあ、ぶっ壊れてるからそういうことしたって判断されたんですけどね。うん、あ、そうそうそう、で心神喪失か、どうなるかって、はい、もう分かった、これは、はい、自分で自死じゃない。ああ、だからその人は行く末みたいな、行く末だからそういうのもあるから、はい、精神病院に入れられるらしいんですよ。はいはいはい、はい、治療を受けるっていう、うん、ほぼ出られる人いないらしいです。あ、そう、はい、
やっぱりそこはちゃんとしてるというか、はい、だからまあ日本のなんかこう無期懲役って20年でとかいうこう噂はあるわけですよ、やっぱ、はいはい、20年経てば出られるみたいな、はいはい、だからまあ最低でもでしょうね、だからその病院に、そうか、だからそういう、でも獄中死ではないもんね、だからそれはもう立って亡くなるとしたら、明日は病院に入れられる、だからそのままそのじゃあ釈放ですってなって、うんうん、あの世に出るわけではないないっていうことだ、ね、まあ、それはそうだよなと思う、はい、そうか、はい、そうなっちゃうなんかあんま知られてないけども、その後はこう病院ずっと、そうなんだ、あるあそうか、うん、じゃあ結構犯罪歴があるそういう方がいらっしゃる可能性がいっぱいある、多分病院もあるでしょう ね、 絶対情報は公開されないでしょうけどね、そうだよね、だ聞いたことないよね、セキュリティ面でいくとやっぱり刑務所と病院だったら病院の方が緩いと思うんですよ、そうだな、そうなるとやっぱ被害者遺族は絶対に黙ってないですから、許せないと思うんで、これは許せないと、それは当然のことだと思うんで、うん、でもやっぱ人権を守るのも国の仕事ではあるので、うん、その人の命を、うんうんうん、でも絶対そういうの公開されないでしょうね、これは難しい問題でございますね、あのほらあの京アニの事件の話だけどもさ、はい、あの治療を担当した人のね、そう、はい、みんなほらもう亡くなってるわけじゃない、はい、結構な人数、それでまだ生かしてんだよねあれね、もうあの皮膚移植とかして、生きてます生きてます、生きてんだよね、はい、あれね、だからそういうと、そうそうとかもさ結局どうなるのかみたいな、確かにこの倫理的な話な、死刑にはなってないもんね、まだ多分なるでしょうけどね、なるのなるでしょう、まだ多分裁判がスタートしたばっかとかじゃないですか、多分まだしてないのかな、まだギリ確かやっぱ治療が完了してようやく喋れる状態になって、うん、出廷できる状態になるから、うん、これからだと思いますよ、ただ、うん、ワンチャンなんかその心神喪失とか その精神鑑定にかけられるみたいなのは、うん、最近ので終わってんじゃないですかね、うん、裁判始まってますか、24年の1月に死刑判決言われた、あ、じゃあもう言い渡されてんだ、そうなんだ、で控訴したんじゃないそれ、あ、控訴してます、だよね、なるほどね、やっぱそうだ、うん、コースよくできます、なんでコースするんですか、えどういう状況、いやそう権利があるんで、なんかねごちゃごちゃ言うのあれですけど、まあ、うんうん、まあ、だからもう、うん、なんかねその辺もよくわかんないよな、うんうん、国のまあまあ権利はありますからね、そう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 、そのやった方にもね、そうですね、うん、佃煮之助さん、ありがとうございます、バイトの先輩が体験した話、車で心霊スポットに行った帰りに全裸のおっさんが60キロ出してたので並走して、ああ怖い、これは妖怪ですよ、これ妖怪現れるですよ、どこだこれね、どこでしょうねどこだって感じですね、ダッシュババすごいですね、なん全裸なの珍しいですね、うん、好きでしたそういうの、僕好きでしたね、都市伝説、何が好きですか、あの都市伝説系で、はい、そうだな、やっぱまあ、ベタだけどやっぱりテケテケとかね、あテケテケいいですね、やっぱこれ全国的な、はい、なんだろう、知名度と不気味さと、はい、そうですね、会ったこと誰があんだみたいな、確かに本当に見たことない、すごくない、あの浸透度、ね、確かに、うん、雲女とかもね、雲女ね、はいはいはい、昔はすごかったっすね、階段の部分、ね、やっぱ、うん、ああいうのができないとですよね、ムーブメントみたいな確かに新たなな、新たな何だろうな今な、いやだから難しいでしょうね、どうしたいんでしょう、だ昔はいっぱいいましたよ、首なしライダー、あー首なしライダーはいろんなところで同じような噂があるよな、うん、ピアノ線張って、そういうのがないからなんか作んないといけないですよね、今新たな怪物じゃないけど、要は求めてますよ、そういうの求めてると思うよ、うん、うん、KNKNKN さんです、ありがとうございます、埼玉にあるホテル六本木、おもう出てます、何度か友達と行っていて、ある日他から来ていてやんちゃな軍団と入り口で会い、一緒に行こうとしたら一人の霊感強いと言ってた女性、相手側が入った瞬間倒れた、うん、もちろんせっかく来たので女性陣残して普通に全部回りました、すごい、うん、その後すぐ噂で聞いた話、その新スポが人気になりすぎて反社の方が新スポに来る人を襲ったりお金を取ったりしてたらしい、ニュースにもなったかな、2つの意味で怖かった30年くらい前の話、はい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 、ここか、あここか、最近いたわこれ YouTube で、えタコちゃんが YouTuber の男として報道されてなかった、ここか分かんないですけど、ああ埼玉だったかな、あれ、いやあれ栃木か茨城じゃなかったかな、あれ確かタコちゃんが行ったの、いやニュースになってた、あニュースになってた、そうあなるほど、はい、うん、でその勝手に入ってくる人を恐喝して、はい、数十万金取ってたみたいな、はあ、はい、なるほど、これが埼玉かどうかちょっと分かんないですけど、ほう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 、昔事件はやっぱ起きてるみたいですね、えホテル六本木、
六本木って名前なんですね。ね、はい、これだからうちのほらあの心霊茨城県なんだけどトランプ城っていうのがあって、でそれずっとやっぱり廃墟でめちゃくちゃ、はい、あの心霊スポットって言われてたのよ、はい、もうそれはもうずっと昔から知ってて、でこういうことやるってことだって言ったらば、なんだろうな、それがやっぱ反社のなんか管理物で、ああやっぱそうなんですね。そう、まあ、風俗街の中の一角にあるんだけど、そうだからそれでやっぱりなんだろう、もう今はもう取り壊しで、それ取り壊しになっちゃってもう流行っちゃったから、はい、で今またなんか新しい建ててソープになってるのかな、分かんないけど、確かね、うん、そんなのになってたね。やっぱ結構多いって言いますもんね、うん、ラブホテルの所有とかで反社の人が持ってることっていうのはね、昔はね、今はもう少ないでしょうけどね。クレオパニャンピョンピーさんですね、ありがとうございます。うちの地元の団地同じ敷地に2棟建ってるんだけど、片側だけ自殺や殺人が多発、うわ、私が小学校の時点でものすごい件数だったけど、今現在では知ってるだけで余裕で10件超えてる、同級生も住んでいたこともあってよく言ってたけど、夏場はなぜかすごく涼しかった。うわ怖いですね。もう本当ちょっと地元のね、地元ならではの心霊スポットですね。隠れ心霊スポット、うん、人も住んでるから何とも言えない、はい、うん、ですね、うん、怖っ。うわあるか、殺人が多いところってなんかあるんだろうな、多いところってのは。だからあそこので都内最強の事故物件は3つ同じところで人がもう全部の階で人死んでるみたいな、殺しのところとかありますし、あ、なんかこうそこで一回起きると起きがちっていうのはあると思いますよね。癖になっちゃうの。でも立地あるんですかね、立地というかもう土地とか言うじゃん、なんかその、うんうん、なんかね、たたり神がそこにいるとかさ、だかこれ結構最近の僕の中では一番怖くて、いろんなところで話してるものではあるんですけど、はいはい、もう端的に話しますけど、うん、飛び降りが起きて、うん、で通報したんです、うん、で通報してる途中でもう一人飛び降りて、うわ、で今二人目飛び降りましたっつって、で警察の到着待ってる間にもう一人飛び降りて、で同じ場所でもう三人飛び降りてますよ。で最初一人目飛び降りた時にすごい音がしたからベランダまで行って見たんですけど、見えないんですよ下が、うん、まあ、その人15階建ての高層階付近に住んでたんで、まあ、見えないんですよ。そうかそうか、下かな。でもなんか音したよなと思ってこうふと上見たら、向かいのマンションの人もその音で下を見てるんですよ、こうやって。だからやっぱりなんか音がしたんだよなって思ってたんですって、はい、でもその最初見てた人3人目で飛び降りた人だったんですよ。でこれ何があったのかって、その最後に飛び降りた人が2人を落としてるんですよ。おい、で最後自分飛び降りてるんですよ。だからこの3件の第一発見者になっちゃって、すごい、やだ、すごいね、すっごい時間かかったみたいです。やっぱ3人ですから、わけわかんねえな、何それ、その裏側ヒステリー。そうそうそう、でこれ実際事件報道されてて、うん、これ介護疲れなんですよ、はいはい、介護疲れの無理心中なんですよ、はいはい、ああそうなんだ、はい、でそれで起きた事件でもう警察消防10台以上集まったらしくて、ただなんかそこのマンション、うん、もうすでにその時点で10人以上が飛び降りてたんですよ。うわ、だからその結構そういうとこ集まるのかなみたいな。はいはいはい、うわ集まるとか、やな話だな、それ怖え。そう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 、めちゃくちゃ怖え。ちょっと怖いですよこれ。だからまあ突き落としてたのか。そうですそうです。で落ちたかなっつって、そうです。で目合ってるって言うんですよ。うわ。でやっぱ落としたよなって思ってたんですけど、3人目落ちた時ライトで下こってらした時に見た人がさっきの人だってなって、うわー怖い。これめっちゃ怖いです、ね。めちゃくちゃ最強じゃん。超怖いです。なんだこれ、何怖に入んだこれは。いやまあ人怖っすよ。人怖だな。人怖ですよ。ああ。塩結びさん、ありがとうございます。塩結びさん、もう解体されたので名前を出しますが、河南病院という廃病院があります、うん、噂では病院のカルテやメスなどを持ち帰ると病院から電話がかかってきたり、精神がおかしくなると言われていました。一度肝試しに行ったのですが中には入れず、正面玄関から写真だけ撮って帰ったのですが、後日確認すると全ての窓に人影が映っていました。昔なので写真はないですが、かなり怖かったことを思います。余談ですが、周辺の民家には家にお札を貼っていたそうです。おー、これは怖いですな。河南病院、河南病院とかね、初めて聞きますよこれは。今日聞いたことないですね。ね、この話っておしゃれですよね。病院行って持ち帰ったら、すいません持って帰ったんだね、返してもらっていいですかねって電話が来る。おしゃれおしゃれ、ね、もう廃病院なのにな。そう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 、おしゃれな流れだよな。はい、確かに。めっちゃ律儀ですよね。ね、
本当にそれだったらいいよな、返してくださいって言うんだったらね。そうですね、うん、はい、わーすいませんってなりますもんね。至極まっとうなこと言ってます。はい、幽霊の方がまともなこと言ってる。そうなんだ、そうなんだ。これ正解ですよ。でもそんな体験してみたいけどな、でもな、なかなかないですよ、ね、なかなかだよな。ティンさん、ありがとうございます。大阪の某総合病院の公園で肝試しをしたりしていて、霊安室の横を通ると謎の黒い影が映ったり、下に誰もいないのに遊具の下から突き上げる音がしたり、うん、次の日その遊んでいた病院の草むらで白骨化した遺体が見つかり、私たちは白骨化した遺体の近くで肝試しをしてバカ騒ぎしてたと思うとゾッとします。うわ怖いね、まあ、こういう危険性の方がやっぱ多いっすよね。確かにな。やっぱ白骨とかって見たことありますか？白骨した、まあ、ないっすないっす。あるね、穴掘ったら白骨するっていう。穴掘ったら白骨すんの？白骨どういうこと？掘った側が玉手箱的な話です。開けることによりトリガーみたいな発動するとか。どういうこと？じゃあその穴掘ったらなんか白骨化したみたいな。いやないないものが見た。ないですよ。あ、ないか。骨見つけるとかないです。あ、でも福岡で、うん、小学生の頃秘密基地作って、はい、で、あの秘密基地の横の道広げようぜみたいになって、うんうんうん、掘ったんすよ、うん、あと掘り進んだら、うん、あの埋められたモデルガンが9丁ぐらい出てきたんすよ。でその時は財宝だ宝だこれ秘密基地にしようぜの武器にしようぜって言って、うん、みんなでそれを飾ったりしてたんですよ、うん、でも数日後台風が来て、うん、全部流れちゃったんですよ、それが、うん、置いてたものが、はいはい、で、あ、残念だったねっていうことがあったんですけど、うん、大人になってよく考えたら、はい、絶対犯罪に使われてません。そうだね。いやいや、だって埋める必要ないじゃん。そうなんだよ。そうなんだよ。普通のエアガンとかだったらな。ガスガンでした。ガスガンだった。ガスガンでした。はあ。そのガスガンだっつって、その友達の家からそのお兄ちゃんが使ってるそのガスを持ってきて入れて、はい、撃ったりとかしてましたもん。はい、ああ、マジか。でも、マジ、両サイドに埋められてって合計でそれぐらいあったと思います。マジ一人、もう1、2個ずつ持って帰っても余るぐらいあった。マジでいろんなあれは間違いなく犯罪に使われた。本当に秘密基地でしたもん。はあ、すごい思い出があるな。あれはちょっと今考えるぞっとしましたね。夜桜さん、ありがとうございます。初めてできた彼氏と初デートに行った展望台が隠れ心霊スポットでした、うん、クロックスの彼とヒールブーツの私で展望台まで登山したのですが、計画性皆無、途中の、竹林のベンチでだべって休憩してたあたりから視線を感じるようになりました。頂上まで登るとボロボロの神社と木造の展望台に着きました、うん、展望台では冬だったにもかかわらず夏服の女性がいて、少しだけ霊感になる私は何も知らず、ここ謎に出るなくらいに思ったのですが、牛のここまでで有名な場所でデートに行くと女性の霊が出ると噂のスポットだったそうです。呪いなのか、それから一度も彼氏できてないですと。おらららら、かわいそうに。これはこれはどうしましょう。彼氏いたのにだよ、うん、それからできてないんだったら呪いでしょ。この方とお別れしてってことですよね、うん、できてないということで、うん、どうですか、なんかアドバイスありますか？アドバイス、はい、まあもうなんだろうな、自分磨きに走りましょうことしか言えないけど、走ってるでしょ。やってます。じゃあお化けが出るとこだもんね、これね、うん、展望台、どこなんだろうね、これも気になりますね。気にはなるぞ、これ怖いですね。なんか冬場なのに夏服のっていうのっていうのはちょっと怖いですよね。冗談じゃないギャップだもんな。でも牛の国参り目撃したのめっちゃ怖いですよね。いや一回だけあるよ、俺。牛の国参り目撃した。カーンカーンっていう、うん、あの神社でねやってて、うん、なんかまあお参り行ったんだよな、ね、確か、普通に夜に行っちゃうみたいな、うん、したら なんだなコン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 やってんなと思ったら、うん、なんかおばちゃんなんだけどね、おばちゃんがこうやってんだよ一人で、で気づかれちゃって、気づかれちゃって、すいません行きますが続けてくださいっつって帰ってったけど、そのまま、うん、そんなのあったけどね。急に嘘くさくなった。多分ごめん。見たまでは本当なんでしょうけど。ごめんね。見たまでは本当です。作っちゃった俺。作っちゃった。もう目が合ってから嘘ですよ。いや結構見た人多いですよね。そう、見たのは本当。ラブトンさん。ありがとうございます。タクさんこんにちは。こんにちは。私が住む町に桜の名所になっている公園があります。昼は散歩や子供たちが走り回る公園なのですが、夜は出ることで有名な新スポです、うん、ここから当時高校生だった、末の弟の体験談になるのですが、うん、
なるのですがと聞いたら誰マジあこれなんか切れてんのかなこれ、ね、なんか点がモールス信号ぐらい切れちゃうなるのですがと聞いたら夜な夜な弟と悪友の 2,3 人でその公園の急カーブのある坂で峠攻めのようなことをしたらしく、うんはい、先頭その子が走り続けて弟悪友が走る形になったのですが、うん、なぜか先頭のその子がどんどん加速し2人で危ないぞブレーキかけろと叫んだそうですがその直後ガードレールにぶつかり投げ出されたなんだと不幸中の幸い草木がクッションになり無事だったのですが傷だらけなんとか悪友の家に連れて行き手当てをしながらブレーキかけろと言ったのにって言ったらいやさカーブの近くにめっちゃ綺麗なお姉ちゃんいてさ手招きしてくるんだよ、うん、行くしかないじゃんと、うん、弟がよく考えなあそこに人がいるわけ長べよと呆れて話したら、うん、その子は顔面蒼白となってそうです、うん、今までも悪二人と離れ離れになりそれなりに暮らし、うん末の弟は運送業に日々忙しくしていますが話は本当だったのでせっせがこれの同時にアホだなと呆れたのは言うまでもありませんでしたまあそっか見たんだな、うん、だからそのお姉さんをな、うん、手招きしてこれベタですけどあるんだな実際行っちゃいますよねやっぱ行っちゃうよ行っちゃいますマジでほんの手招きしてんだよおいでってそうどんな状況でも自分がめちゃくちゃタイプな女性が手招きして手招きしたら行きますよねスーッて行っちゃうよ行きますよねうんなどうしたどうしたとかこんなとこどうしたっつって行くよな行きますよねね絶対行きますよねうん今日悪くないんだよこれはうんこれしゃあないですねうん、どこなんだこれは、うん、どこなんでしょうねこれ桜の名所になってる公園、まあ、いっぱいありますからねすごいぼやかしてんねこれね、はい、なるほど多すぎますからねなんか僕が生まれ育った場所は本当にしょっちゅうお祭りみたいなのあって、友達としょっちゅう行ってははいみたいなことやってましたねそうでもその時覚えてるのが、うん、バスで行くお祭りがあって、うんまあ、ちょっと遠かったんですよ、うんで、行ったら金魚すくいして、はい、金魚捕まえて、はい、3匹ぐらい捕まえて、はい、で帰るんですけどもう帰り9時ぐらいですよ、うん、疲れてますよちっちゃいんで、うんうんまあ、それそうだ小学校2年生とかで、うんはい、バスも結構浴衣着た人で多くて、はい、でバスの一番後ろ座ってたんですよ僕たち、うんうん、一番後ろって長いじゃないですか、はい、席が、はい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 、だから、まあ母、弟、僕、浴衣のお姉さん2人みたいな、はい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 、だから僕金魚こう持ったまんまこう寝ちゃってあかわいい、うんだから浴衣のお姉さんがこの寝てる僕をこう膝枕してくれて、はいはい、で僕そのまま寝ちゃっててでそれをこう浴衣のお姉さん多分可愛いって言ってくれて、うん、でその横にいた浴衣のお姉さんも、うんうん、で僕の横の弟がもううとうとしてこう寝てるの見て、はいはい、こっちおいでっつって2人をこう膝枕して、はい、なんや、うん、寝てって、うん、で起きたんですよバス着いて、うん、着いたよっつって、うん、で僕そこまで覚えてるんですよ浴衣のお姉さんが膝枕してくれたなみたいな、はい、とパッて目覚めたら、うん、誰もいなくて、うん、ここに落ちてた金魚だったんですよ、うん、2匹の、はい、2匹の金魚だから2匹の金魚が、はい化けておい僕らのこと膝枕してて金魚もう人魚様じゃなくて金魚様だもう本当なんですよなあいいよもう、うん、そよく出てきたな今途中から嘘つきましたけどなあのそう膝枕は本当であ膝枕は本当なのねそうなら夏のもう全部嘘になっちゃうな本当です無理っすああさっき先ほどの以前もねうんありがとうございます。病院でのお話です、はい、僕は命の危険があり病院に長い間入院していました、うん、ある日自分でも不思議な寝ているのに自分の夢ではないとはっきりと分かる夢を見ました、うん、まるで誰かの夢に入ったかのような明らかに自分のものではない他人の夢でした、うん、その夢は入院している時に何度か見まして、うん、何かから逃げていてそしてバスに乗り込みとある停留所に降りたのですが、うん、そこに体が重く降りられない夢ですあらいつも起きるときはバスの窓に映る誰かも知らない顔の人に驚き目が覚めました、うん、その顔はいつも何かに追われて見たこともないほど怖い顔をしていました、うん、人の夢に入り込むことがこれほどまでに怖いことかと思っていたところ検査があり病院から検査室に向かったときたまたま車椅子に座り検査を待っている人がいました、うん、それは夢の中でバスの窓に映っている人でした、うん、あまりの怖さにしばらく口が開けませんでした、怖いねここで終わってるおー怖い夢の中に入り込むでもちょっとでもあれですよバスっすよバスまたバス来たバスの話僕がバスの実体験した後に本当バスバスの話やばだから僕だったんじゃないですか
僕の頭の中に侵入してきた、うん、侵入インセプション、うん、インセプションかっこいいですよねインセプションでかっこいいです何の話してんのバス話夢の怖いですよね自分大体夢って自分のことを見るじゃないですかはい自分の夢、うん、そうじゃない夢怖いですよねだからそうあのなんか聞いた話だけどね、うん、これもねあの火事の夢を見たととある、はい、あの男性がであのやばい煙だっつってで煙が入ってきたからやばいこれ火事だと思って逃げようと思ったら扉がもう開けて逃げようと思ったらもう火がバーッと回ってて、うん、わーやばいもう巻かれたと思ったらそれが夢だったと、はいはい、であ夢かよかったなと思ってもう一回寝ちゃったんだって、はい、で寝たらまたなんかあれ焦げ臭い匂いすんなと思ったらもう火の海だった、うん、あやばいと思ってそれも夢だった、はい、夢のもう一回もう一回夢見たみたいな感じ、はい、でもう一回寝ちゃったんだってこれ、はい、もう一回寝ちゃって寝たらあのもう一回この焦げ臭い匂いがしたと焦げ臭い匂いしたなと思ってその窓を開けて今度は逃げようと思って間に合わないから、はい、したらそこが3階でうわーと思ってうわ地面にぶつかるもう死ぬと思った時また夢で、はい、うわなんだこれっつって3回もループして、ね、よくわかんないと思ったらお母さんが早く逃げるでーっつってえ火事やでっつってきて、おお火事か火事かやばい本当だったんだと思ったら自分家じゃなくて隣の家の人だったんで、おお、うん、ああよかったと思ってダメなんだけど、うわ隣の人の家だよかったと思った次の日にニュース流れたらその一人三人息子さんがいてそれ全員亡くなっちゃって、一人お父さんはなんかその意識不明の重体みたいな感じで、はい、この三人が亡くなったのがその一人目がその火事あのバッと開けて炎に巻かれてこれで全焼あの焼死で2人目がその煙がブワーッと入ってきて一酸化炭素中毒、でもう最後の人がその窓を開けてもう火事だから窓を開けて逃げ遅れたんだけど3階だからもうな転落死みたいな、だから夢で見たその景色がその見てたっていうっていうの話聞いて一緒じゃないですか一緒これだから夢のね全然知らない人の夢というかその人の意識が分かったみたいな話ですよね。そうでインセプションだった。そういう話だった。指さすなよ。指さしたっていいだろ。天空のシャムソンさん。ありがとうございます。みんなが知ってるということは地名出してもよかったですか？一応伏せました。みんなが知ってる新スポーツです、うん。家族で海水浴のため日本海に向けて夜中に車2台で走らせて現地入りしたのは朝方。海水浴には少し早いということでせっかくだから観光名所によろうと東丸坊に立ち寄りました、うん、あそうですねこれは、うん、駐車場に車を止めて背の高い木に囲まれた林道をみんなでぞろぞろと歩いてあの夢の崖を見に行きました。まだ薄暗いし良さも分からずまた同じ道を戻っていた時のことです、うん、姉に抱かれていた3歳のメイが高い木の方を指差し言ったのです。なんであそこおじいちゃんいるの。みんなで触れ上がって逃げれるその場を立ち去りました。うわー怖いね。その3歳の姪がリアルっすね。リアルだな。ル、ね、見えてそうだもん本当に。東丸坊はもう有名だもんね。一番有名っすよね、うん、ここでほらあの最近だとさあのジャンプしてる人いるよね普通に。えここ東丸坊からポーンっつってなんか YouTuber で、うん、確か YouTuber かな、なんかやばなんかそのダイブしてまあ飛び込みあのねあなんとかダイバーっつってあの25メートル以上の飛び込む人がいんのよね。あのそういうチャレンジがいる。そう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 チャレンジャーがいるっていうことです。そうですそうそうそう。でこの東丸坊はなんかそのなんだろうそういう名所だけどそういうのをちょっと立ち去ろうみたいな活動してる人がいるっていうか。余計なお世話ですよ、ね。余計なお世話なんだこれ。ね、でこの人がもし亡くなっても誰もなんか。なんか悲しまないというか逆にね。なるほど、もうこのことやってんだからみたいな、うん、そうそうそうしょうがないっつって、まあ、危険なチャレンジやってる人ってちょっと自業自得なとこは正直あるじゃないね。パルクールとかでなんか高層、うん、なんかビルをふいって言ってこのスレスレふーみたいなスレスレふースレスレふー何してんのと思うんですよねマジで。本当だよねあれね、命知らずというかさ、まあ、それでそれを配信してお金を稼ぐみたいなのってやっぱりすごい時代になりましたね。いや本当に今までってそういうのって自己満足でしかなかったじゃないですか。なかったなかった、うんうん、今それでお金稼げちゃいますからね、うん、ね
見るしな。そんで考えもんすけどね。ごまみそさんでいきましょう。県内で有名なスポット、お化けペンションに4回ほど行ったことがあるんです。あ、聞いたことあるな。ここ先月に昼間に一人で行き、自撮り含め数枚撮影してそれを知られ見せたところ、少女が映ってるとのこと。その少女は目が真っ黒でおかっぱ、うん、首をかしげ笑顔でこっちを見ていたそうです。え、勝手ながら DM にてお写真をお送りします。めっちゃ怖そうじゃん。なんだよ。 えここですか。あ、この写真です。届いてますね。ちょっと説明見ますか。なるほどね。あ、だからこう自分でも何がこうどの辺かわからないけども、うん、わかんないけど映ってると言われましたみたいなことですか。ああ、ここそうか、ここにいるよって、いるっていうことですね。そうか、おかっぱの女の子と。いやだ、見つけたいですけどね、なかなか。いやもういないよ、タコちゃんいないよここには。まあ、でもこういうのって、うん、まあ、ちょっと待ってください、今からやります。なるほど、はい、任せてください、うん、こうしますよね、うん、まあ、これですよね。今まで保存しましたからの、はい、まあ、ここで、練習があるんですよね。ここですよ、いきますよ、うんうん、おかっぱの女が出てくるかもしれません。ああ、なるほどなるほど、コントラストで、はい、明るくして、まあ、ちょ、明るさちょっと一番いい、これいないですね。まだいないですね。いない。露出あげますよ、はい、います、います、いないですね。いない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 ですよね、うん、コントラスト上げますよ、うん、下げますか。いるいる、いないいないですね。いないね。で、シャドウをちょっと集めます、うん、はい、いる、います、まだそれらしき感じはない。いないな、それらしきものはないな。サイト上げますかでも、まあ、この辺ちょっとなんかぽいっちゃぽい、なんかまあでもまあこれは見ようによってだな、感じようによってはこの奥が怪しいけどっていう話。まあまあまあ、うん、そう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 、霊感とかある人が見えるんですかね。霊感ある人しか見えない。見えないですけど、おかっぱの女の子はいないよ。いないよ、タクさん。いないですよね。いないいないいない。こんなになっていたらマジで怖いけどな。あ、でもこれカッパみたいに見えますよ、これ。あ、このカッパ趣味なんとか、趣味レクラじゃなくてね、あれっぽいけど。趣味テクラ公開、ね。そう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 。趣味ラクラ、趣味ラクラ。趣味ラクラクラみたいな。うん。みたいなことですか。フィルターでね、この緑のとこにいたら。ビンテージでしょ。うん。あ、これクールライトですか。あ、やっぱほら、ここにカッパいるんだ。カッパは求めてないんだよ。うん、カッパいいよ。これ趣味ラクラクだ、ね。このウィキペディアみたいなカッパいます。ウィキペディアとかに載ってるよ。カッパでした。カッパだったな。カッパ、カッパ落ちでしたという。ああ、ということでありがとうございました。ああ、いやー、怖かったですね。結構それ、ね。怖かったね。はい。うん。ということでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、誰が一番怖かったですか。不思議だなあなと思ったのはやっぱりあれだな、桜病院だけどな。行ってないけどなんかおかしくなっちゃった。ああ、確かに。うん。これね、なんかこうちょっと珍しいというか、確かにこれいいですね、うん、話も広がりました、ね、そうそうそう、はい、うん、でちょっと今回、一番怖かった方、うん、純平さんの、うん、朝倉精神病院の話。ああ、おめでとうございます、これちょっと怖かったですね。やった、確かに行ってよかった、うん、やっぱなんかこの何でしょう、本当にその負の遺産があって、はい、スポットになっちゃってるとこっていうのは、はい、やっぱ異彩を放ってますよね。そうだね、なんかこうなんか独特だよね、うん、やっぱりね。しかもその場所ぐるみで行われてた場所、うん、処刑場とかもそうじゃないですか、うん、はいはいはい、そういうとこってやっぱりこう何でしょう、霊が出なくても異質な感じはしてると言いますよね、うん、はい、いやだからまだ残ってるかもしれないね、ここにはね、何かね。だから現代のそういう、うん、唯一まだそういうとこ体験できるのって僕横沢プロダクションだと思うんですよね。あ、出た、三茶のポルターガイスト。ああ、あれ映画にもなったね。今度行くんですよ。行くの？はい、行きます。ついに一人で。いや、あの、スミさんもいます。スミユキコさん、はい、行きます二人で。はい、何すんの、一泊検証みたいな。あ、そうですそうです泊まってくんだ。ただですね、ちょっとの、うん、すごい告発が来てて。告発？はい、これダメ、これはダメやろ。だからあそこはダメやろ、やばいと思う。だからこれ6月10日行くんですよ。6月10日、うん、一緒にゆすりに行きません？
いやーこれはちょっとね、そうそう、やめよう。まあでももう決まってるからね、仕事として。いやそうなんです、だからちょっとどうしようかなみたいな、決まったと来てて、うん、まあなどうなんだろうなみたいな、あります、ね、まあ、いやこれ証拠もないですからね、もちろんこの人のね、うん、よくある、うん、そうそう、証拠がないです、そう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 、まあちょっとまあこれはまあ検証していただいて、お話聞いてみようと思いますけどね、はい、でもねそうだそうだ、言い忘れてたわこれ、あの前回密会したでしょ、あの次の日にスミさんから連絡来たのよ、うん、俺ね、あの密会の内容が漏れてると思うんだよな、あれ密会っていう早瀬さんとやってるイベントがあって、うんうん、でその中で横澤プロダクション行きたいんですよねって話をして、はい、まあ、これちょっと警告の意味も兼ねて言っときましょう、うん、でそこでただあれどうなんすかねみたいな、実際なんか半分本当で半分嘘なんじゃないかみたいな話になったんですよ、はい、だからそういう感じのが今流行ってるし、もちろん実際物動くとかあるけど、あの人の手が出てくるとかは、うん、あれもなんかすごいもんな、そこの奥に本当は人がいるんじゃないかと、だって手が出てくる、上半身が出てくるってありえないじゃないですか、はい、ありえないよ、はい、それを普通の人が見れると、そんな見てて 100% だよ、だってだから僕は検証行った時もう自腹でもいいんで、うん、手出てきたら、うん、そこぶち壊しますって話です。もうそれで何もなかったら僕が信じますと、はい、幽霊はこのようにいますと、うん、でももしバーン壊して、うん、人が、あ、すみませんってなったら、あ、はいはい、これやりすぎじゃないっていう、あ、なるほど、一種のちょ霊感勝利近いというか、あ、もうじゃあそうですよ、霊と称して物体を出してみたいな、うん、これは僕やりすぎだと思うんですよって、うん、それで幽霊の存在認めさせて、そこからねそういうカルトにはまる人だっているし、いるよ、もちろんいるよ、あれは何だったんでしょう、あの現象は幽霊かもしれないまでは僕はいいと思うけど、さすがにやりすぎだと思うから、僕はそれぐらいことも、はい、そこの場所もう任務がありますと、もう捕まってもいいと、あそこまでは、だっていろんな芸能人がついに出たって言ってるわけですよ、言ってます、あれはもうテレビ放映もしてるし、いるってことでしょっていう、はい、いや僕行くからやりますよって話をしたんです、いいです、はい、その次の日に、はい、スミさんからいついつ、はい、まあ、元々お話をいただいてたんですけど、はい、次の日にいついつの件なんですけど、うん、横澤プロダクションの件ですけど行けますよ、うん、いつにしましょうかみたいな感じで連絡来たんですよ、うんうん、ってことはこの密会って外に絶対出しちゃダメっていうコンセプトやってる、うん、はい、そうですね、その次の日に来るってことは多分これ誰か言ったなっていう、うん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 、誰が言ったんだろうって考えた時に、うん、あそこのスタジオ仕切ってる方が、うん、スミさんと交流がある方で、あー、なるほど、そんなのありですか、スタッフ側が裏切ってる、身内の犯行だ、まあでもなんかちょっとその会話もあったんですよ、あ、スミスさん、うん、あ、そうです行きたいんですよねみたいな、行くって話になっててみたいな、うん、あ、そうですかみたいなこと言ってたんで、はい、もしかしたら気遣って言ってくれてるのかもしれないですけどね、うん、ああ、まあ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 、はい、でも都合なんだからちょっと早いよね、ライブが終わってからでしょ、すぐ、そうですね、うん、まあいい意味で言ってくれたんかもしれないですね、なんかタックさんが早く行きたがってたよみたいな、あ、はいはい、あ、そういうぐらいのリアクションなのか、うん、でも僕がぶっ壊そうとしてることが知られたらまずいんで、はい、犯罪者にはなるな、まだもうダークヒーローですよ、なるほどね、はい、確かにこれは実証というか真実だからな、真実を暴くためには暴く、やっぱり、はい、やっぱりそこはね、だからスリンガーガンとか持ってない、スリンガーガン、はい、プシューンって走ってあのフックついたやつ手で出てきたらカチューンっつってすごいな、裏のな、あれかましがあってな、うわーって言って壁ゴラーって楽しみだね、そんなの聞いちゃうと、いや、ここ手が出たらみんなうわーって怖がりますけど、もう一目散に走っていきます、あー出ろなーっつって、いやー、でもね、ちょっと暴いてほしいけどね、本当にで見たもんな、あの映像でな、そうなんですよ、ただ、うん、あれをサーモグラフィーで検証してる人がいて、熱を持ってたって言うんですよ、熱を持ってた、熱持っちゃった、もう例の赤くなってた、はい、あ、そうか、うん、だから実際その例見える方も、なんかいると思うんだよなみたいな、その例ではないっていう言い方をしてたんですよ、例ではない、どういうことって思うんですよね、霊ではないなら人だよね、うん、うん、これは検証に行こうと思います、お願いします、ぜひ、はい、ちょっと本当期待してます、任せます、はい、大丈夫、俺はついてくから何があっても、うん、僕結構心霊スポット検証というか、はい、そういうとこやってて、いや、うんうん、実際起きたことしかも出さないですよ、はいはいはい、絶対に、はいはいはい、だからそこ起きても、うん、でも手出たらちょっと怖いかもしれないですね
ってみっちゃって、いや怖かった、ほんまやーっつって暗闇の中でベローって人でやっても怖いよ、いや怖えよ、いやでしょ、うん、普通に怖いよ、まあ、まあ、ただそれだとなんかこんなこと言っちゃあれだけど、お化け屋敷の方がやっぱエンタメだからなんかチープだよな、あそこがもう本当出るってなって、これだけだったら、まあまあそうです、お化け屋敷にしちゃーですもんねそう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 、あ、そう考えたらいいのか、はい、あ、まあ、ガスラン持ってきますもんねあの連射できるタイプ、あのサブマシンガーとかそこだけ見といて、なんか固定機関銃とか出てバケたブルルルッと開いたとか一言でも言ったら終わりですもんそうだな、はい、こうなってたらな、もうあちゃちゃって言わなくてもこう下がったら、そうもう絶対これ、そうだな、人はもうあのスマブラのラスボスですよ、ね、あ、はい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 、このねあれ誰がやってんの、あれ何やるマジックハンドみたいなね、あれ何ですか、もうタクトさんに託しますわ、それって怒られた時の交渉材料としてさっきの DM 取っておきましょう、さっきのやつな、もう壊しただろうみたいな、うん、出すなよその動画、はいはい、じゃあ買わない、こっちらを出さすよ奥の手があったっつってね、はいはいはい、あ、それでいくですね、はい、思います、来週は、民事裁判でお会いしましょうどうしたんだよこれだすごい長者の列だよこれははい、そうですね、うん、というわけで、これから寝るという方はおやすみなさい、これから会社や学校だという方頑張ってください以上今日のタッグTVでした、ありがとうございました、さよなら。